今日はですね、今日は今日1時からということで、せっかく NT 金沢をやっているので NT っぽい話を、 NT の未来の話をしたいなということを、まあ、僕と古川君の方で相談をしまして、やはりこうピアピア動画の世界であろうとっていう話になりました。でこの中でシリピーさんの南極でのピアピア動画という小説を読んだことある方どれぐらいおられますか？意外と多いですね。ありがとうございます。ちなみにこれ実はですね、僕は大学の授業でも同じこと聞くんですが、あんまり手上がらないんですよね、残念ながら。ですけど、まあ、大体半分ぐらいおられるかなと思います。でもちろんその小説を読んだことある方もない方も、その小説の世界観も含めてお話をしながら未来について語っていきたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。では最初にシリピーさんの方からお話をちょっといただきたいので、ちょっと画面切り替えます。どうも、シリピーと申します。野尻芳介と申します。じゃあもうこれ始めちゃって、これでいいの？はい、もちろんそこ座ってもらっても大丈夫です。これがめくるです。めくりテスト。おお、なるほど。 OK、 じゃあこれでいきますね。ピアピア動画シリーズの紹介をいたします。一番最初 の短編が連作短編になってて、4つのエピソードからできてるんですけど、一番最初が2008年の冬に出て、つまり執筆してたのが2007年の12月です。つまり、10年前で、ちょうどまだ鏡音凛々がまだ発売されてなくて、凛々の持ち物は何にしようかってこう激論が交わされてた時代で、唐突にロードローラーになったっていう、あの頃のにちょうど書いてたんですね。でニコニコ技術部が始まったのが2007年の9月の末ですよね。9月末ぐらいに初めてニコニコ技術部タグっていうのが現れたんですけど、だからみんな一生懸命ネギ振りの工作をしていた頃なんですけど、でもまだまだニコニコ技術部としてそんなに大きなまとまりが出てきた時期でもなかったんですけど、その頃から書き始めたんですね。で、初音ミクが発売されるちょっと前、半年か1年ぐらい前に、日本語版のメイクマガジンが出始めて、2006年ですよね。であれも私最初からずっと読んでて、ものすごく可能性を感じてて、これが面白かったんで、だからそのメーカームーブメントとニコニコ技術部のムーブメント、あと初音ミクとかボカロムーブメントっていうのが全部自分の中では同じものになってるんですね。でその辺をから何かその未来が開けるんじゃないかと思って書き始めたのがこのピアピア動画シリーズですね。基本コンセプト、待てよ、これか、あれ？こうで、1個目、2個目、3個目、で基本コンセプト、これですね。数年後の世界、近未来で、ニコニコ動画と初音ミク現象を外装っていうのは延長していくって話ですね。で、個人とか UGC で技術開発をした。これなんか微妙に言葉遣いが古いかなって思う人もいるかもしれませんが、このドキュメントはスライドは2011年のニコニコ学会ベータの初めての時に、あの時に使ったものを実はそのまま使っている。でちょっとフォントがやたら大きいのはニコファーレ の壁に投影しても字が読めるようにということでこうなっている。で、ピアピアは P2P の略で、ニコニコ技術部がピアピア技術部という、読み替えていただくと。で初音ミクが小泉霊である。で南極点のピアピア動画というのはピアピア技術部が有人弾道飛行を実行する話ですね。これは月に彗星が衝突して、ガスが惑星間空間にたくさん流れて、で、地球にもちょっと実は希薄な膠着円盤ができてるんじゃないかという過程で、これ多分ないと言ってる、ないと思いますけど、その膠着円盤のジェットに乗って浮き上がっちゃおうという話なんですね。でこの時にそのニコニコじゃなくてピアピア技術部の面々が
作ったのがオープンソースハードウェアを使ったロケットエンジンで、あのロケットエンジンももうあのダウンロードして作れる時代になってるんですね。であとあの、オープンソースハードウェアというのはあの頃よく言われた言葉ですよね。実はあのファブラブっていうのを言葉は僕はあこの書いてた頃は知らなくって、ファブラボは確か2002年ぐらいから始まったんだと思いますけど、それは使ってないんですよね。で、あのまあ CNC のミリングマシーンとかいろいろ出てくるんですけど、小説の中では CNC ぐらいという言葉しか使ってないと思いますね。そんな感じのもので、まあ、ピアピア工場というのがあって、あの R2D2 型のロボットで、かつまあ工作機械、あの工場の中を正確にレーザーで位置決めをして、コンマ何ミリっていう精度であの位置を決められるロボットがいて、そのロボットを使って、工場自体をそのブートストラップしていって、どんどんあの大規模なものにこう変えていくっていう、そういう構想ですね。そんな感じで、あとそう、あのインクジェットプリンターで電子回路を作るとかですね、 今当たり前になってますけど、あの頃はまだ珍しかった SF のネタになってもよかったぐらい で投げ銭システムっていうのも言ってて、これはあのドワンゴの川上さんに 言わせるとこんなのはダメだっていう話なんですけど、まあ、あの資金を集める、今でいうところのクラウドファンディングですね。あの頃はクラウドファンディングって僕は知らなかったですし、あんま多分10年前はあんまりなかったんじゃないですかね。なかったですよね。から、まあ、動的歌唱システム、まあ、これはまあいいや、から次ですね、あとコンビニエンスなピアピア動画というのが2つ目の話で、これはあのコンビニエンスストアというのが一つの日本全国に隙間なくあの存在するあのノードであり、まあ、生態系の一つでもあるということで、ネットワーキングされているということと、あの非常にその強力な流通網があるという点があの面白い、あのリアルとネットをつなぐ架け橋になる存在がコンビニエンスストアじゃないか、そう思っているの で使いました。で、はい、そうですね、 IoT ですね。 IoT ですね。で、とにかく私たちはとにかくネットとアマゾンとコンビニがあれば生きていけるっていう生き物なので、そういうことで、で、そう、実際ニコニコ動画でもあのファミマ入店音っていうあのメロディーがあのタタ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 タってやつですね、あれがすごく流行ったことがありまして、あれのアレンジも600件ぐらいあるんですけど、あの入店時 あのチャイムですね、あれメロディー IC で1980年ぐらいに作られた非常にあの素朴なあの IC なんですよね。で、あれをもっとその SF 的にこうあの知的な、今でいうところのラズベリーパイにして Linux を走らせて、でなんだっけ、しかも FPGA になってるっていうのがいて、まあそんな感じのものにしてしまうと、さらにハッキングできて面白いということですね。で、まあ、あとその、あのコンビニの店先にある真空殺虫機、電撃殺虫機ですね、あれをさらに真空を使った殺虫機というのがあって、それがを設置したために真空環境に適応した新しい虫が、クモが出てくる、このクモを使って軌道エレベーターを建てようという話になるんですけど、この辺もあの最近実験してるですね、あの JAXA が実験してるあのエレクトロダイナミックテザー、あの宇宙空間にテザーを展開して、そこに電流を流すと、あの地球磁場との関係で ある水力を作ることができる、そういうやつですね。電気だけで水力が作れるっていう大変ありがたいものですね。まあ、こんなのでいろいろ作っちゃうんですけど、あとまあ3つ目の話が、歌う潜水艦と、ピアピア動画、これはあのジャムステックと、海上自衛隊が協力して、あの潜水艦を海洋調査船に改造して、
非常に音響学、音響を分析する能力をものすごく魔改造してすごいものにして、やったと。でその新型のソナーというのが、ジャムステックのジャムステックじゃないや、三層圏の危ない人たちが作ったそのものすごい賢い知的なソナーで、この挿絵にあるように音源ごとにトラックナンバーがつくんですね。ちょうどイージス艦のソナー版みたいな感じですね。で個別にどんどん追跡していけるっていうソナーなんですけど、実はもうすでにあるらしいですね。で今なんか新しいソナーっていうのはあのピンっていうピコーンっていう音に一個一個そのシリアルナンバーがついていて、どのナンバーが返ってきたかっていうのも自分で分析できるらしいんですけど、まあそんな感じのものですね。でこれでいろいろ調べていくと、なんだ、まあ異星人、まあ異星人が海底に激突、大昔に海底に激突した異星からやってきた地星体を見つけ出すことになるんですけど、これですね、この予算獲得までのプロセスがですね、要はジャムステック、産総研、海上自衛隊でそれぞれの要所要所にミクハイがいると。で頃っていうのは実際そんな感じで、これ書いたのが2010年か11年ぐらいなんですけど、何かそのミクさんとかボカロを使って大きなプロジェクトをやろうっていう時に話を持ってったら、実はその相手方も隠れミクハイでぜひやりましょうって言って一気に話が進むっていうのがたびたびあったんですよね。だからそんな感じでこういうお堅いところにもですね、ミクハイがいっぱい潜伏していて、話を持っていくと一気にこの実現してしまうという展開で、頃その SF マガジンのこれが何だっけ、2011年の8月号 SF マガジン、お堅い SF マガジンも初めて初音ミク特集というのをやった。そしたらいきなり創刊50年で初めて増刷が刊行前に、なんか発売前に増刷が決定したというので、プレスリリースまで出たというぐらい。だから頃のミクさん の効果っていうのはものすごかったですね。で単に物が売れるっていうんじゃなくて、いろんな人材が一気に集まってきたっていうのがあったんですね。だからまあこれだけのパワーがあったら宇宙船も飛ばせるし、未来は明るいだろうなと思ったわけですね。で、この産総研関係のデータですね。これは産総研 P という、要するに後藤さんとかあの辺の人たちが作ったボカリスというのがあって、これが2008年の4月か5月ぐらいに初めて発表されて、それまでは匿名で出てたんだけど、すぐに感づいた人がいて、あれは産総研の後藤一派が作ったんだって言って、まあ、話題になったんですけど、まあ、これもやっぱりすごい新技術で、これはあんまり関係ないけど、ボカリスショックというのがあって、ボカリスのためにものすごく生々しい声が出るようになったので、一気に不気味の谷に差し掛かったんじゃないかと。で初音ミクというのは可愛いの丘にまだいたんじゃないかというぐらいの、まあ、そんな話ですけど、まあ、それはどうでもよくて、で、まあ、その歌声情報処理というのはベージアンネットワークとか HMM 隠れマルコフモデルとか、あの辺 の数理的な処理を駆使してるわけですね。で辺今 のデータマイニングとか、あるいはニューラルネットの研究にもかなり同じ系列の流れの話だと思いますね。これもどうでしょうね、やっぱり計算機パワーがものすごく食うので、それまでできなかったんだけど今はできるようになっちゃった、気がついたらできるようになってたっていうのもあると思いますね。で、まあ、これコラボで、実際にその作品の中に歌が出てくるので、これをレッドカード P に作ってもらったっていうのがありますね。それからこれはプラモデルで二次創作を支援するために、こういうイラストですね、これをイラストを描いたナデヤラブキッチさんから提供してもらって、これも一般公開してますので、これをさらにデカールにしてプラモデルにしちゃうとかですね、そういうこともできてます。
で、まあ、あの初音ミク現象の特徴、これ、まあ、今初音ミクってあまり言わないですね、まあ、ボカロ現象って言ってますけど、2011年ぐらいの感じでは初音ミクがメインだったんですけど、アイドルを共有してその人気にあやかる、それからこのボカロ人気の自創性というのがあって、まあ、人気があればあるほどいろんなユーザーに一気に益するということで、あのその人気を盛り上げることに貢献することによって感謝される、でそれをまあベネフィットにするというか、そういうまあエコシステムですね。からやっぱりあの歌を歌う テクノロジーっていうのは何にでも合うんだということですね。あの歌っていうのは言葉を放てるので、いろんなメッセージが載せられるし、あの人を集めたり賑やかすっていう効果もあるし、まあ、あるいは市民運動みたいなものにも使えてしまうということで、まあ、ちょっと怖いっちゃ怖いんですけど、まあ、これまでですね、大体こんな感じのお話を書きましたということです。はい、ありがとうございました。じゃあ続いて僕、すごくなんかあれですよね、その後を見て、はい、もう実現した話がいっぱい載ってますよね。うん、それは思いました。なんかね、今あたすごい当たり前のことが結構ある。あの時々あの私ツイートしてますけど、また一歩ピヤピヤ動画に近づいたとか言ってですね、こう割とあのいい感じに世の中、まあ、のその方向に向かってるんだなと思いますね。はい、はい、ありました。じゃ次僕でいいですか。はい、では続きまして、僕の方からあの僕にとってのピュアピュア動画という話を少しお話をさせていただきます。あ、私、金沢大学の秋田と申します。あのこの NT 金沢4年5年ぐらい前からあの場所を作っています。で、あのお題はですね、このピュアピュア動画の世界は実現具現化するのか、またはニコギはイノベーションの源になり得るのかという話を少しさせていただきます。あのちょっと簡単に自己紹介しますと、もともと生まれ名古屋でして、あの専門はあの半導体の研究をしています。で、あの、まあ、金沢大学にいるんですけども、まあ、ちょっと一時期あの北海道の方にいたりとかしたんですね。で、あの本業はあのイメージセンサー、あの CMOS、いわゆる CMOS カメラのイメージセンサーのところが実は専門でして、まあ、そういう研究を普段やってるんですけども、その意外とそういう研究つまんないんですよ。何がつまんないかっていうと、それを作って何をするかっていう話が全く聞こえてこなくて、どういうふうに作るか、どういうふうにしたらあの例えば性能が良くなるかとか画質が良くなるかっていう研究がすごいいっぱいあるんですけど、こうそれで何がしたいのかって全く見えてこないんですね。で、僕もともと写真が結構好きなんですけど、綺麗な絵が本当は撮りたいんだけど、まあ、そういう人がいるわけでもなさそうだと。まずです、まあ、なのでその半導体を、まあ、自身というよりは半導体をどう使うかっていう研究がまあ結構好きでして、まあそういう電子工作ネタの研究をよくしています。あの好きなハンダは鉛ハンダでして 40% のやつです、まあ、こんな研究をしています。あとまあプラスちょっとまあ ご存知の方もいるかもしれませんが、こんなコースターを作ってちょっと売ったりとかしています、まあ、そこで売ってますので、もしよろしければ買ってください。まあ、自己紹介はこれぐらいにしまして、あ、そのピアピア動画の話なんですけども、これ実は授業の中で使っていまして、あの大学で3年生向けの修正機械工学第2とかですね、あの2年生向けの電子回路第1っていう授業があるんですが、そこでこんなようなスライドを使って授業を使います。あの未来のものづくりというタイトルでこのピアピア動画の話をしましてですね、ご紹介してですね、で、あの、あ、これちなみにちょっとこれちょっと使わせてもらいましょう。ちょっと字がちっちゃいんですが、この右側のところにあのこの小説単行版本版のシア、あの文庫本版の方 の、この本 の本の紹介 の 帯のところに書いてある記事、あの文章があって、ちょっと読みますと、日本の次期月探査計画に関わっていた大学院生蓮見翔一の夢は、彗星が月面に衝突した瞬間についえ恋人の波までもが彼のもとを去った。翔一はただ、波への愛をボーカロイドコスミレイに歌わせ、ピアピア動画にアップロードするしかなかった。でしかし月からの、放出物体が地球に双極ジェットを形成することが判明、ピアピア技術部による宇宙男プロジェクトが開始される。ネットと宇宙開発の未来を描く4編小録の連作集というふうに書いてあります。で、
正直これ最初僕読んだ時に何のことやと思ったわけですね。あの何を言っとるんだこの人はと正直思っておりました。で、あのただですね、そういうふうに思いながら読んでみるとこれすごく示唆に富む話で、まあ、あの内容はまあさっきした話なんですけども、あのすごく示唆に富んだ話だと。で、実はその授業で使うだけじゃなくてこんな講演したこともありまして、これあの、ですね、何年前だ4年ぐらい前にあの、まあ、ちょっと頼まれた講演をした時の、まあ、講演の予行なんですが、この参考文献、右側の参考文献の16番目にあのシリピーさんのピアピア動画がちゃんと上げてあります。で、おそらく多分このピアピア動画があの参考文献に載った最初の学術文献ではないかと思います。まあ、その後ちょこちょこあるんですけど、まあ、これが多分最初じゃないかなと思います。まあ、そんなこんな講演してます。で、それでピアピア動画の話、まあ、あのもうまさに内容は今あの書いたご本人からあのお説明あったので今、まあ、僕の方から言うこともないんですが、簡単に言うと、まあ、ニコニコ技術部でロケットを作って宇宙に行ったり潜水艦でクジラと会話をするというお話ですよね。42文字で訳しました。で、まあ、まあそういう話なんですけども、これが何を意味するか、未来にとってどうなのかなっていうふうに、まあちょっと勝手に解釈をしたことがありまして、まあ、僕の解釈としましては、その個々人の性能ってやっぱ尖ってるわけですよ。この分野に関してはものすごいこうなんかこだわりがあって、ものすごくこうなんかもう寝る間を惜しんでなんか作っちゃうみたいな人がやっぱいる、すごいレベルが高いものがあのそれぞれ皆さん持ってる。だからそれは皆さん一人一人が持っているものは確かに一つ一つの力なんだけど、みんなで力を合わせると、まあ、とんでもないことができるっていう、そういう可能性を示しているような気がするんですね。で、さらに一歩進めると、まあ、それは確かにネタとして、まあ、確かにすごいことができるんだけど、まあ、それが皆さん今は趣味の範囲でやっている、仕事ではない、なんだけども、実はこれってイノベーション、世の中を変えるイノベーションの種になるのじゃないのかなということを少し考えたりしています。で、もうちょっと具体的に言いますと、そのニコギで何か作るっていうこと、まあ、みんなあのこの今回 NT 金沢でもずいぶんいろんな方がいろんなものを作られてますけども、まあ、ぶっちゃけそれで食っていける人ってそんなにいないと思うんですよ。単品でその作品だけ を例えば売ってそれで生計を立てていくってほとんどいないと思う。で、ましてやあの、まあ、僕自身もそうですけども、今例えば、まあ、仮に例えば今なんか仕事を持っていて、で今の仕事を辞めてまで、で この作品だけで食っていく世界に自分が取り込めるかっていうと、多分僕は無理なんですね。そこまでの自信も勇気もない。だから多分多くの人は、まあ、仕事は仕事で、まあ、食いぶちを持っていながら、まあ、趣味で、まあ、好きなものを作っている、そういう人が多いと思うんですね。だから趣味の時間ならできるんですよ。だからあのその趣味の時間でこの何か作るってことは確かに可能だから、実際 NT 金沢はこうなってますから可能なんだけども、ただまあ実際に考えてみると、あの当然人間寝る時間は必要です。だ睡眠時間を減らしてまでそれをずっと例えば1ヶ月間取り込めるかっていったら、それは人間死んじゃうわけですし、なんだけども、例えばそのテレビを見るとか漫画読むとかジョギングするみたいな、まあ、いわゆる趣味と呼ばれるやつの代わりにものづくりっていう選択肢があってもいいんじゃないのかなと。だからこう趣味はカラオケですとか趣味は旅行ですみたいなノリで、趣味はハンダ付けですとか趣味はプログラミングですっていうのが、まあそんなに珍しくはないふうになる時代が来るんじゃないのかなと思います。でかつ、まあいろいろあると、まあ、それを取り巻く環境はいろいろあって、その人を束ねる、まあ、SNS のようなものであるとか、まあ、そのあのクラウドファンディングのような少額の資金調達の余地とか、まあ、あと販売ルートとかそういうのがいろいろあれば、多分あのこういうのって単なる趣味とか SF の世界だけじゃなくって、あのリアルなあのイノベーションの種になるんじゃないのかなということを強く思うわけです。で、これあのちょっと実践例がありまして、これあのうちの卒業生3年前の卒業生なんですが、あのちょっとやった例をちょっと紹介させていただくと、テクノアルタというサークルをやっています。ちょうどあの真ん中辺のブースあるので、後でぜひご覧いただきたいと思うんですが、あのこれどういうサークルかっていうと、その学生がですね、在学中にあの冷えミクっていうのを作りたいですと言い出したんですね。あのちなみにこれ冷えミクってご存知の方おられますか？冷えミクご存知の方、あパラパラ、はい、ありがとうございます。これどういうのかっていうと、あの、まあ、先ほどまさにあのミク杯の学生がいまして、あのいや先生あの冷蔵庫を開けたらミクがいてほしいじゃないですか、そっから話が始まるんですね。いやちょっと僕には分かんないけど、まあ、そういう世界があるのは分かったと。でそれをその、まあ、自分、まああの 大学院生なんで、もちろん研究があるわけですが、研究とは別にやりたいですと。でそういう、あ、どうもありがとうございます。でそういうのがいて、まあ、じゃあその、まあ、あの本来の研究ちゃんとやって修論書くんだったらやっていいよっていうふうにして、まあ、ゴーサイン出したんですね。で実際その、卒業する直前ぐらいの時期に、あの年末の冬込みに売りに行きまして、実際50個、あ100個だっけ売ってきましたという例があります。
でその彼らが、まあそのまあ、もちろん就職あの卒業してあの、まあ、いわゆるメーカーに就職していったわけなんですが、まあ、そのあの本業がもちろん彼ら仕事あるんだけどその傍らでその、まあ、遊びと言っちゃ失礼なんだけども遊びぐらいのつもりで本業ぐらいのつもりで遊びをやるということを、サークルとしてやって今遊びを本気でということですね。であの具体的には、まあ、結構あの、この電飾物とかが、まあ、好きな人が多いのでそのあたりが多いんですが、まあ、そのあたりをプロジェクトベースチームベースで、まあ、かなり緩いつながりであの全国各地につながっている、まあ、仲間たちをつなぎながら、まあ、それぞれが持っているスキルを持ち寄ってその例えばある人はプログラミングが得意だしある人はハンド付けが得意だしある人は、絵を描くのが得意だったりある人がプロモーションが得意だったりみたいなつまりそれぞれ持ち寄りながらやっています。まあ、結構上下なしのフラットな関係で、まあ、今リーダーみたいなのは一応いる、まあ、一応まとめ役はいるはいるんですが、まあ、上司と か, なんかそういう観念はなくあくまでもそれぞれ持っているスキルを持って、フラットにやっています。まあ、進行中もいくつかありまして、まあ、ちょうどそこで展示してるんですけども電飾衣装であるとかあの電飾のツールキットとかあのその、冷えミクの続編のヘアミクっていうのが、まあ、ちょっとそこにいますけどもあの、まあ、ヘアミクっていうのを作ってたりします。まあ、こういう実践例はあるんですけども、まあ、このあたりがそのピアピア動画の世界を、まあ、趣味を本気でやって、まあ、そのロケット飛ぶほどではないんだけども、まあ、その一歩手前ぐらいまで二歩手前ぐらいまではいけるのなのかなというそういう取り組みとしてやっています。でそのでちょっとその話をちょっとそらしましてピアピア動画の世界がなんでああいう世界が可能になってかつそれが具現化できるのかということをちょっと技術的な観点から考えてみると、まあ、多分あの道具の民主化先ほどちょっと話が出てきましたけど道具の民主化というのは多分関係する。で昔ってその例えばマイコンとかプログラミングってすごく特殊技能でこのプロとかめちゃめちゃこう詳しいあのギークしか使えなかったわけだけどもそうじゃなくて今だとこう誰でもプログラム書いたりアルディンドが使うわけですよ。でこれってあの昔から技術が詳しい人ほどよく分かんないんですね。その なんでこんなに急に広まったんって思っちゃう。たぶんアルディーノって昔からマイコンやってる人ってはなんか今まで無数にあったマイコンボードかと思ったら全然違ってたわけで何が違うかよく分かんない、まあ、結構技術に詳しい人とそれってほどその普及することの意味って見落としがちなんだけど実際それが世の中を変えているわけです。でプラスそのないなら作ればいいやっていう文化が多分あってその僕らって多分大量消費の世界にずっと生きてきたから、まあ、あるものは、物は買ってくるものだから、欲しいものを探して買ってくるっていうスタイルで生きてるんだけども実はあの、まあ、なかったら別に作ればいいじゃんっていうことは実はあります。あのこのハロロックっていう漫画でこういうコマがあるんですけども電子工作で作る前の禁句っていうのがありまして、まあ、なかったら作ればいいじゃんっていうのがあるんですね。だから まあそれって多分すごくあの先の長い話でなければ作ればいいっていうのはもうほとんど思想文化なのでまあ、それになるにはかなり地道な実例を進んでいく必要があって、まあ、その、 あの一環がメーカーフェアであり NT であるなのかなというふうには思います。それでちょっと話をおさらいしますとそのじゃあどうやったら技術が道具になるのかって話でよくこれ例えに出すんですがエリンギというキノコがあります。エリンギであのこれ調べてみると結構最近で93年頃ぐらいからだそうです。93年頃くらいこれウィキペディアのエントリー、93年に、もともとは南ヨーロッパでよく食われるキノコらしいんですが、93年に、愛知県の林業センターで人工栽培成功で、そこからこう、まあ、日本に入ってきたわけです。ところがですね、実際に普及したのって、実は結構もっと後で2003年頃なんですね。これは林野庁の資料なんですけど、あのこの赤いやつ、これが一番下、これエリンギの出荷量のグラフです。で、この辺やっぱすごいマイナーなキノコで、トップはエノキだけ。その次がブナシメジ、まあ、この辺がもうダントツでこうやっぱりエリンギってめちゃめちゃマイナーキノコだったんですよ。それがこの辺からぐぐっとこう上がってきて、この黄色はなんだヒラタケとかですね、ヒラタケとかナメコとかを抜いて、まあ、この辺に今いるわけですね。でなんでこうなったのかなと考えてみるとその要はエリンギっていうキノコがあるだけではダメでエリンギをどういうふうに食べるかということまで含めて普及したからこそエリンギはあの定番キノコになったんですね。でそういうようなその料理の加工例、まあ、料理の加工例みたいなのが多分大事でそういうような、まあ、メディアであるとか調理例の普及、まあ、それが多分あの技術における NT 金沢だったりメーカーフェアなんだけどそういうのが結構大事なのかなと思います。まあ、だから要はこういうことで道具が技術が発明されただけじゃダメでかつそれがお店で売ってるだけでもダメでお店に売られてるだけじゃなくってその使い方を知られる、まあ、それを含めた先駆者がいて、まあ、その使い方が知られるようになってこそ初めて
その道具になって世の中を変えていけるようになる、まあ、多分パソコンなんかはそうで、昔はこうだったわけですよ。で、あの国に1台とか会社に1個しかなかったコンピューターが、まあ、最初ちょうど僕ら子供の頃だと、あのハイルベルアマチュアっていう人はコンピューター使い出して、まあ、今のは誰でもパソコン持ってるわけですね。マイクもしかりです。こういうふうに道具になるようなステップがあるといいんじゃないのかなというふうに思います。まあ、だからこういうような背景があるからこそ、あのピアピアドの世界というのは実現され化されるんだろうなと思うわけですね。これで終わりだっけ。あ、そうか。それで、L 地下、ちょっと例をちょっと跳ね替えますと、L 地下っていう言葉がありまして、あの LED を点滅することを L 地下っていうんですが、その L 地下のパラダイムシフトって考え方があって、つまり L 地下をどうやってやるか。で、あの昔の方法だと発信回路、まあ、555って IC があって発信回路があるんですが、この発信回路で L 地下するわけ、まあ、普通だったんですけど、最近マイコンでやるわけですよ。誰でもマイコンで L 地下するんですね、まあ、そもそもマイコンって L 地下の最初の一歩なぐらいですから。でこの昔からコンピューターしてる人にとっては、 L 地下ごときにマイコンとは何事だと思っちゃう、もったいないと思っちゃうんですね。でもその今の時代になってはマイコンで L 地下した方が明らかに合理的なんですね。安いし機能も高いし、あの何事いいことばっかり。だからその技術が進化したことによって、あのコンピューターの使い方が変わったという進化、そういうパラダイムが変わってるわけです。でそれが多分こういうような技術が本当に道具になったことで、マイコンはすごいことしなきゃダメっていう固定概念がなくなって、で何してもいいから L 地下してもいいっていう、そういうまあ高度な遊びっていうんですかね、マイコンで何をするかっていう縛りがなくなるからこそ遊びになる。それがニコギなんだろうなというふうに思うわけです。まあ、その辺がまあ多分こういう中国に行くとこういうふうになっちゃうよ。まあ、多分この辺多分高さんからよくされると思うので、あの軽く、あ、まあ、あ、この辺は詳しくは高さんからお話しいただきたいと思います。はい、ちょうど終わりました。はい、という、まあ、これが僕にとってのピアピア動画の世界という話でした。はい、ありがとうございます。ちなみに今登壇者の間では、あのシリピーからお茶が振る舞われているわけですが、いつも喋るビットレートが速いはずの僕だけど、お茶あるとスピードが落ちていいですね。すごい和みますね。はい、あの早口が和らぐお茶を入れてみましたはい、僕パートは悪ノリが世界をアップデートするという話を、したくて、で南極点のピアピア動画が出版されてから1年半後ですかね、2年後ぐらいに、僕と他のニコギの皆さん何人かで、ね、メーカーズのエコシステムという本を書いたんですね。でこれはフィクションではなくてノンフィクションの話なんだけれども、内容的に極めて似通ってると思うので、このメーカーズのエコシステム読んだっていう人今この中にどれぐらいいますかね。お、結構いる。しかも多分ピアピア動画を読んだ人とほぼ同じような人が読んでいるというわけで、読んでない人向けにも含めて説明をしましょう。で僕は誰かというと、メーカーフェア深センとかメーカーフェアシンガポールの運営をやっています。今はシンガポールに住んでいて、アジアのメーカーフェアに世界で一番たくさん出てる人という扱いになってます。で主に中国やシンガポールで、なんで中国人が僕の深センの話を聞きたいのかはよく分かんないんですけど、あのシンガポールとか深センなどでもメーカームーブメントは面白い、メーカーフェアは面白いみたいな話をしています。でそのメーカーズのエコシステムというのは、そのメーカーの人たちが趣味で DIY で物を作るところから、どうやって世界のいろんな人が使うようなものを作るところまで、大きくなっていくか、また大きくなることだけではなくて裾野が広がることがどれぐらい大事かとか、そういうことを書いた本なんですけど、まあ、かいつまんで言うと、もう21世紀になって、17年経つわけですけど、20世紀だとあの商人犯行、20世紀だと物を作るのにものすごいたくさんコストがかかったので、コストを使うためにはたくさんの人の承認を得なければいけなくて、ハンコをいっぱい集める大組織が合理的に作るものだったんですよね。でハンコを集めようとすると、ハンコを押す人って作る人とは全然別なので、あのパソコンこっち向けてもらっていいですか。そうすると、あ、向けて向けて、そうすると向こう向かって喋れる。
20世紀だ と,、みんなが使うものは、作るのにそもそもコストがすごいかかるので、ハンコをいっぱいもらったから作るものでしたと。でハンコを押す人って頭はいいかもしれないけど、ハンコ1個押すのにあんまり時間かけてらんないので、一言で言うと何ですかとか、売上が今いくらになるんですかみたいな分かりやすい評価軸で評価されるもの以外はお金がたくさん使えなかった。で2011年になってソフトウェアがオープンソースになって、オープンソースのソフトウェアが出てきたことによって、クラウドコンピューティングっていう使った後で後払いっていう大規模ハードウェアが使えるようになって、で承認ハンコがなくても俺が作りたいから作ったっていうものがユーザーがいっぱいくっついて、気がつくとものすごいたくさんの人、100万人、200万人、300万人という人が使っているというビジネスができるようになってきた。そもそもニコニコ動画そのものも、ニコ動の中であんまり他に仕事がない5人ぐらいの社員が作ったプロトタイプがあまりに面白いということになって、川上会長の号があって前に進んだもので、お金は後からついてくるサービスだった。で Facebook も Twitter も Instagram もそうやって先にできて後からユーザーがついてきて広がっているというものができてきている。だからみんなが使っているソフトウェア、 iPhone に入っているアプリの大半はお金をどうやって集めるより先に多分企画があって、プロトタイプがあって、ユーザーが集まったから広まっていくというようなものになってきて、世の中の仕組みが少し変わってきて、先にハンコを集めるんじゃなくて先にみんなが好きになってもらえるものを作るというふうにソフトウェアの世界ではなってきている。でハードウェアも多分そうなるんだろうということを書いた、なるし、なってる部分がいくつもあるというのを書いたのがメーカーズのエコシステムという本の内容でした。でその本の中に、南極点のピアピア動画とあの話は結構出てきます。アマゾンのレビューを読むと、ピアピア動画の小説のレビューの方を見ると、キャラ萌えとかの要素がいっぱいある日本独特の話ですねっていうレビューが全体の2割か3割ぐらいあります。僕はあんまりそうは思ってなくて、コミュニティがプロジェクトを支えて、あの世界をそのものをアップデートするような大きいものになるというのは、そもそもパーソナルコンピューターが最初に生まれた時がそういうもの。パーソナルコンピューターがアメリカのドブロックコンピュータークラブっていう、アメリカの中でもあんまりやることない人しか集まってないような、コンピューターの中の LED が光ることしかできなかった当時のコンピューターを、 LED の光るタイミングを強引に変えて映画を映しますみたいな、3秒で終わるような映画を映すであるとか、音を出す機能が全然なかったコンピューターを IC が鳴るタイミングを微妙に変えて音楽を演奏しますみたいなことをやっていた、そういう連中がパーソナルコンピューターを作った、ちょうど僕が生まれた70年代真ん中辺ぐらいの話。それはの話はメーカーズのエコシステムの話をするときに、メーカーの最初はどこですか、あの辺ですねっていう話としてよく使われる。で今もその後オープンソースやクラウドファンディングを含めて、あの明らかに好き者が始めた話が気がつくとみんなが使っている、そういうものになるという話をいっぱい書いてます。で実際本の中の紙版の71ページに、あのホビーストのギークが、互いにパワーを与え合っていかに大きいことを成し遂げるかについては、僕が書くより南極点のピアピア動画を読んだ方が分かりやすいので、これを読んでくださいっていうふうに書いていて、で南極点のピアピア動画がメーカーズにてどれぐらい大事かっていうと、2冊だけあげろって言われたらクリス・アンダーセンのメーカーズとピアピア動画ですというふうに、あのこの本の中でも書いてあります。でメーカーズのエコシステムを書いたきっかけにもピアピア動画はすごく大きく影響していて、2014年に僕は初めて深センのメーカーフェアに行ったんです。で深センのメーカーフェアは規模もものすごく大きいし、出てる人たちがなんていうかよくわからない、まるでニコギのような発明品を作りながら、これが世界をアップデートするんだ、俺は一生これで食べていくみたいなことを言っている、気概度合いが高いメーカーフェアで、その気概度合いの高さって、なんていうかアメリカのメーカーフェアよりも深センのメーカーフェアの方が、俺が作ったものが世界をアップデートするなんて面白いだろうっていう人の割合が多くて、アメリカのメーカーフェアのがもう少しあのずっと砂漠の真ん中で自分が作ったロボットが火を吹いて生きていくみたいな、テオヤンセンみたいな人が多くて、で深センのメーカーフェアの方がなんか自分の夢で世界を巻き込むみたい なんかパワーのある人が多かったですよね。でそれが僕自身もどちらかというと暑苦しい方の人間なので、すごい衝撃があって、あアメリカじゃないんだみたいな。であの頃からずっと何でもかんでもアメリカ発祥って言われるのがちょっとムカつくなと思っていたので、アジア面白いじゃないかというのもあって、で実際このようなものが会社として成り立っているわけです。タバコを吸うたびに、はいあなたの寿命が3分縮まりましたとか、タバコ吸ってますね、
ところでそこにベンツが止まってますよね、あなたがタバコを吸ってなければあのベンツが買えたんですよみたいな、ことを言うようなハードウェアが資金調達されて量産してるわけですよ。で本人が真面目に値段をいくらぐらいにすれば旦那じゃなくて嫁が買うだろうみたいな、アメリカの、嫁さんがみんなこれを買うようになればいいんじゃないかみたいなことを言っていてで、別の、人たち、これちょうど今お茶の話をしてから持ってきたんですけど、台湾出身のお茶のスタートアップがあって、スターバックスが今ティーバサっていうお茶 のシリーズも出してるんですけど、それをプレゼンの間の3分の1ぐらいの時間はずっとヨーロッパのお茶の悪口を言ってるんですよ。あんなグラグラしたお湯で煮立てて香りも何もあったもんじゃないから、後でオレンジピールとかで香りをつけて飲んでいるアールグレイとかが本当にお茶かみたいな、お茶はちゃんと作れば花の香りも出せるし、もっといろんな香りが出るし、甘みだって苦みだってカフェインを出したり出さなかったりだって全てお茶の中にあるのに、奴らが未開すぎてそれを理解できていないから、俺がヨーロッパのお茶世界を変えてやるみたいなことを言っているスタートアップが深センで商品化を狙っていて、で僕はそれまであんまりスタートアップに対してはいい印象がなくて、スタートアップなんとかフェアみたいなのがあるとあまり行かずにニコギにばかり来ているわけなんですけれども、深センで見た人たちはどうもノリで言うとニコギの方が明らかに近いであると、誰と話しても横文字が、横文字か、外人であるにもかかわらずあまり横文字が出てこないそのなんだろう、マインドシェアとかなんかなんだろう、なんかその手のバズワードがあまり出てこない、明らかに作りたくて作ってるようにしか思えない。で会社でやってるからそうは言ってもいやいや働いてるんでしょうと、ちゃんと締め切りを守ってガチガチ仕事をしてるんでしょうと思ったら、締め切りも守りやしないこれは僕が買ったオットっていう会社が、オットっていう製品で GIF アニメーションだけが作れる、撮れるトイカメラ、かっこいいトイカメラで、中にエンベッテッドラズベリーパイが入ってて、ハックできてかわいい GIF カメラっていう、いろいろ欲張った製品なんですけど、キックスターターでこれをバックしてみたらまあ来ない。出荷から8ヶ月目ぐらいでもうちょいで出荷できるよって社長がこの顔をしてアップデートページで載っている。誰も文句を言わない。僕はこれを見た時に思ったのが、はっきり言って廃業してもらいたいということだったんですけど、世界の人は誰もこれに対して文句を言わなくて、あ、ハードウェアスタートアップをやるときに必要なのは6ヶ月客を待たせてこの顔ができることなんだなっていう神経を理解し、しかもこの写真の後にやっとアップデートメールが GIF になるんですよ。だから8ヶ月経つまで別に GIF 撮る機能をちゃんとできてなかったんだなっていうことが分かり、10ヶ月目になってやっと出荷しましたっていう、これがキックスターターに載ってるんですよ。資金調達資金調達7万ドルとか、なんかそのステージ B の、お金が入りましたとか、新しい工場が見つかりましたみたいな、題名だけ見るとプロジェクト X みたいなタイトルが5、6個並んでる中で GIF がこれですよどう見てもこの方が未来だと思っていて、あ、未来はプロジェクト X じゃないんだと、作ってみたで商売していいんだということがこれ分かってどっちかっていうと量産してみましたがキックスターターなんだというふうに思って、でしてみましただからこれぐらいの量産してみましたでも大丈夫と、でこれを見てみんなしてやっと届くんだね待ってるよみたいなコメントが下でいっぱいになるんですよ。なんという優しい世界だと一人5万円ずつ払っていてこのコメントするんだみたいな、世界って最高だなと思ってで、こいつら面白いと深いショックを受け、剣毛板にばかり入っている日本の2チャンネルは間違ってると思いながら、フェイスブックに深センやばいっていうコメントを書いたら、書いたわけです。どう見ても面白いものを使ってお金は集まるはずであり、それで世界をアップデートできるはずであり、24時間ニコギみたいな世界が多分できるんではないかと思われみたいな話を書いたら、ちょうどこの会場にいるような古参ニコギ組からものすごいディスられてDIY と売ることってやっぱりちょっと違うだろうみたいな、お金がモチベーションになるとやっぱり物事が歪むであろうみたいな話、リベントをいっぱいもらっていて、いやいや俺も本当はそう思っていたんだけど、深セン見に行くとバカはバカのまんまで金が集まるみたいだぞみたいなことも考えつつ、金が先じゃなくて面白いことが先で、面白いことの向こう側にこれを世界に広めようというのがあって、
つまりもっともっとビジネスプランとかを考えるよりはバカなことを追求していった方が世界は変わるんではないかということが思い、ニコギを外国に持っていくというプロジェクトを始めると面白いではないかというふうに思って、以来ニコニコ技術部を外側に持っていくというプロジェクトを、やっています。でピアピア動画的なものとビジネスにも共通点があって、ピアピア動画の本の中でもコンビニエンスなピアピア動画という中で、そのストコン、コンビニの中に書いてあるまさにそのさっきのテー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 ンテー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 ンっていうあの IC が鳴ってるものが、ラズベリーパイみたいな、マイコンになり、かつ FPGA でものが書き込めるようになると、そこを使ってプロモーションするという商売が生まれて、で実際にあそこにあった桑野さんという人はそのビジネスチャンスをつかんで、それまではストコンのメンテナンス業者だったはずなんだけれども、自分でスタートアップを起こして、で結果として、その後の、宇宙雲プロジェクトでこの資金源になっていて、つまりスタートアップになり、スタートアップとしてお金を貯めて、それを使って別のビジネスにインベストメントするっていう、実際にイーロン・マスクとかがやってたようなことを小説の中でやってるわけです。だからそこはあんまり矛盾した話ではなくて、ワンノリがうまく資本主義に乗っかってるのがスタートアップなんだなというふうに思ったわけです、うん、で、ここのつまり今の時代の発明っていうのは、インターネットやコミュニティで学び、ホビーストがコミュニティで評価し、クラウドファンディングで大きくするっていう、機器外の人が始めた、プロジェクトに悪乗りする人間たちが出てきて、ある程度悪乗りする人間の数が集まると、悪乗りした金持ちまでがお金を突っ込むっていう形で、悪乗りベースでプロジェクトが拡大するようになっていると思っていて、実際に秋田先生が本業でやっているような CCD の性能をちょっとずつ上げるっていうプロジェクトも、それはそれはすごい大事で、燃料電池の性能を上げるであるとか、ちょっとでも軽く強い物体を作るであるとか、そういうサイエンスベースのプロジェクトは今もたくさん行われているんだけれども、それとは別に明らかに悪乗りベースとしか思えないコミュニケーションロボットを日本中に3000万台配るとか、民間だけで火星旅行をやろうとか、そういうプロジェクトにもお金が集まる時代になってきていると僕は思うわけです。でアウトプットも違っていて、絶対的な性能で測られる、ちゃんと全員が同じものを目指すっていう世界のイノベーションもあれば、火星旅行をすごいやりたい人の間でお金は回るんだけど、実際そこと無縁な人たちもいっぱいいるとか、電子決済が大好きな人たちの間で回るんだけれども、別に電子決済使わなくても生きていけるとか、むしろ世界はもっと多様性が生まれるようになってきて、全員を説得しなくてもやりたがる人間たちだけでもイノベーションが起こせるようになっていて、その方が吹っ切れたものが作れるわけです。で海外のメーカームーブメントの捉え方資料を見ていても、どこだろうというと、やっぱりアップルの一番最初のドブロックコンピュータークラブの時代だよねと。で最近で言うと何だろうというと、最初のパーソナル 3D プリンターメーカーボットシリーズはアダムとザックとジル、ブレっていう3人でやってるんだけれども、アダムはもともと学校の先生で、でザックがソフトウェアのエンジニアで、ブレだけが本当のものづくり屋さん でそれで会社を作って ニューヨークレジスターっていうハッカースペースから大きくなった。だからアップルだけがすごいんじゃなくて、そういう事例はアメリカの中にもゴロゴロ転がっていて、でアメリカ人にとってはアメリカが世界なんですけど、僕らから見るとアメリカ以外のところにもゴロゴロ転がっていて、フィクションの中にもノンフィクションの中にも悪乗りがお金を巻き込んで大きくなっていくという仕組みがあるという話をしています。でスペース X もそうだし、アルファ GO もそうだし、 Google の X プライズ、それはピアピア動画の中にも出てきた、あとスバル天文台にゴードン・ムーアがものすごい投資をしていたりとか、世界がますます予測不可能な方向に向かわせるビジネスというのがもっともっと大きくなってきている。で、その後実際にシリピーと深センに行った時に、シリピーが感想として書いていたのが、ビジネスだって遊びになるんであると。でなければ深センの連中たちがあんな目でビジネスをするはずがないと。で消費者の財布を燃料にしてバーッと火をつけて、コメントの弾幕のようなものを作り、世界を変えるという遊びが多分できるであると。その遊びはその遊びで現代でしかできない遊びなので、むちゃくちゃ面白いみたいなことを書いていて、でここで話がちょうど今日のテーマに戻ってくるんではないかなというふうに思っています。で、僕の話の後半がここから先 でじゃあ自己紹介の向こう側でさらにペアペア動画的な世界を見ていくか。テクノロジーはテクノロジーそのものの本能として、ここにいる人間たちの本能として、どん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 進化していくと思うんですよ。で同じぐらい進化すると未来が見えるのが人間の常識ではないかと思っていて、何がどう言いたいかというと、インターネット時代は
法律はあんまり信用できない、人によって解釈が変わる、規範とか常識みたいなものも人によって解釈が変わる、もっともっとインターナショナルになる、もっともっとお肉食べられない人とか1日に5回お祈りしなきゃいけない人とか、そういう人が世界のどこに行っても入ってくるようになるし、逆に僕らがそういう人たちがいっぱいの国に行っても、俺はお祈りはしないしお肉は食べるっていうことを言う時代になってくる。そうすると損得と物理的に、例えばなんだろう、ここでは肉は売ってませんとか、そういうアーキテクチャでしか物事を解釈できなくなる。で、そうなった時に管理って基本的には本能に逆らう話なので、管理っぽいことは全部コンピューターにやってもらった方が絶対人間が管理するよりうまくいく。で、世の中の仕組みとか、締め切りとかが出てくるようなものも全部なるべくコンピューターに管理してもらって、人間が最小限しか関与しない方がうまくいく。実際に僕はもう25年ぐらい機械に起こしてもらってるわけです。その前はお袋に、あとお母さんに起こしてもらってたんだけど、お母さんあんまりステーブルではなくて、プロセスがゾンビ化していて起こしてくれない時とか、他のタスクに取られていて起こしてない時とか、あとタスクスケジュールとしては、休みの日は起こさなくてよい、休みがない日は起こしてくれっていう話なんですけど、そこを結構間違えるんですよ。あとコンピューターは物を忘れないんだけど、人間は物を忘れるので、夏休み明けとかに命令がリセットされてることが結構多くて、明らかに僕の親より目覚まし時計の方が人間を起こすとしてはまともなわけです。同じようにコンピューターがやらせたことの、やった方がいいことというのがいっぱい起きていて、中国はもともと互いを信用できない人間たちが集まって暮らしているので、人を信用せずにコンピューターを信用するという事例がいっぱい転がっていて、中国の話をしたいわけではなくて、コンピューターを信用するとこんな面白いことができるという話をしたいので、いくつか例を挙げますけど、まずお金が汚れていて小銭のやり取りがすごく面倒くさいので、全部電子決済にしようという世界が、いくつかの国にはあります。で、全部電子決済になることはそれだけではあまり大したインパクトはないんだけれども、全部電子決済になると何がいいかというと、レストランに入った時にレストランの机に置いてある QR コードを読むと、僕の持っているスマートフォンの中にメニューが展開されて、言語を自分で選ぶことができて、何語でも注文できて、しかも写真を見ながら注文ができるっていうことがすごい小さいお店でもできるようになって、で、その中でお金が払えて、お金を払うと今作ってますよみたいなことが、僕は中国語であんまり上手じゃないので、ウェイトレスさんに注文の確認とかするのがすごいストレスなんだけど、しないでもスマホを見てるだけで、あ、今作ってるんだみたいなことが分かり、あとこれは辛いメニューなんだなとか、ニンニクを増してくださいとか、そういう注文も全部これの中でできて、スターバックスやギローのような呪文を言わずに高度な注文ができるようになり、そしてお金も払えて目の前に届くっていう世界ができる。この方が外人などに優しい。で、どこで貸してもいいし返してもいいモバイルバッテリーというのが街のいろんなところに置いてある。バッテリー借りるときに勝手に僕のスマートフォンから2000円分ぐらいのデポジットが取られて、持ってる間取られたデポジットがちょっとずつ減ってくんですよ。で、バッテリーを、いろんなバッテリーステーション街のいろんなところに置いてあって、どこに返してもいいんだけど、バッテリーステーションに返すと、じゃあ3時間使ったから3件分だけ減らして、残りのデポジットが僕のスマホに返ってくるみたいなことができる。バッテリーもう持たなくていい、バッテリー充電もしなくていい。その僕モバイルバッテリーの充電がまあ面倒くさくて、いつも3つぐらい持ってるので、なんで俺が寝る時間を削ってわざわざバッテリーの充電を毎晩してるんだろうと、なんで手のかからない赤ん坊をケアするようにデジタルガジェットの充電をしなければいけないんだろうと、こんなのより機械にやってもらいたい、どこでもバッテリーが借りられる時代が早く来てほしい。で、自転車も僕自転車に乗るのが好きで、日本にいる間はロードバイクに乗っていたんだけれども、ロードバイクは高いし盗まれるから、止めてる間中ずっとあそこにロードバイク止めたけど大丈夫かなとか、雨降ってきたらロードバイク店の中に入れられないかなとか、友達と会ってお酒を飲ん、まあ、お酒ロードバイクで来てお酒は飲まないけど、友達と会ってる時もずっと自転車あそこに置いといて平気かなってことを頭の隅っこに入れながら生活しなければいけなかったのが、どこでも自転車が借りられて、どこでも自転車が捨てられるようになったことで、自転車のことを全然考えずに自転車に乗れるようになった。もっともっとやりたいときやりたいときに手元にハードウェアが来るようになってほしい。インターネットオブシングスになったら絶対そんな風になるはずで、ピアピア動画の採用収集に出ていたアーヤキュア移動体のように、必要なときに周りのマテリアルを集めて手元でできるっていう時代までもうちょっとで来ているはずで、でいくらでも貸し借りができてトレースができるようになっているはずで、でそうやって個人の所有物っていうのがどんどんなくなる方向に世界は進むんではないかなと思っていて、もうここにいる人たちは死ぬまで自分のサーバーとか買わないかもしれないので、全部借りて済ますかもしれないので、
ここにいる人の半分ぐらいはもう自分の家なんか買わないかもしれないので、僕も今それで言うと固定で借りてる家ってないんですよ。どこかの国に行くために誰かから家を借りて、でそれを家から出るときに返すみたいなことを繰り返しながらもう2年半ぐらい生きていて、死ぬまで家なくてもいけるなと思っていて、郵便を預かってくれる人がいくつかの国に何人かいて、税金を払うっていう場所を決めてる場所があれば、あとはオンデマンドでうまくいくなと思って、で未来に行くほどそういう人が増えていくんではないかなというふうに思っていて、でそうやって全てがネットにつながってお金につながると、通販サイトでも自分の頼んだものがどこへ通ってるかというのが全て可視化されて、それから手元に来るようになっていて、そうすると旅先に届くはずの注文とかもできるようになって、4日後にあの町に行くからあの町に届けておいてくださいみたいなことができるようになってで実際、中国だとカラオケの SNS っていうのがあって、カラオケをするために使ってる人もいれば、そこに上がってる歌を BGM として単に聴きたいっていう人もいて、でそこで歌い手さんがアルバムを作れてそれを売れるんですよ。それによってカラオケを遊んでいるだけでいつの間にかプロミュージシャンになっていたっていうことが起こるようになっていて、まさにその投げ銭の世界がインターネットがもっと進んだ国では実現して化していて、歌うのがあまりに好きで毎晩スマホに向かって歌っていたらいつの間にかそれで食べられるようになっていた、でまたは、歌が聴きたいからいろんな歌を聴いていたらそいつらに金が払えるようになっていて、だから歌は好きなんだけど自分で歌うことはできないんだけど、でもエコシステムをお金を払って支えるってことができるようになっていた、そういう時代になっていて、でアリババの SNS になるとタイムラインに面白い写真を上げると現金が降ってくるんですよタイムラインに投げ銭として現金が降ってくる社会というのが日本のほんの隣にもう今できてきている。何かしら人のアテンションを取るっていう活動が何かのお金につながるという世界がちょっとずつできる。しかもこの間に何のエージェンシーもなくてダイレクトにピアツーピアでお金が降ってくる。でそうなると信用管理システムというのが他の国ではできていて、お金の使い方が良くて借りたものをきちんと返していると僕自身のポイントがだんだん上がっていって、中国って民間の銀行に行くと行列ものすごい長いんですけど、僕がいいことをずっとしていると行列がパスできるんですよ。人よりいい人は民間の銀行でいい治療が受けられるっていう、で人より悪い人はたくさんお金を払えばいい治療が受けられるっていう、だから悪い人でかつお金がない人っていうのはどんどん生きづらい世界になっていて、でその方が多分社会全体は良くなる。別に僕にたくさんお金くれるんだったら僕の前を横にしても構わなくてそうじゃない人は列を守ってほしい。でそうやって、多分人間そのものの信用がコンピューターで管理される方が生きやすい社会になるはずで、コンピューターと一緒に社会を作っていることを認めて人間に苦手なことをコンピューターにされるっていうのが当たり前になったら、コンピューターはいまだにどうやるとコンピューターが欲望を持てるかっていうのはミッシングリンクで、どんなにシンギュラリティが訪れても欲望だけは今のところどうやると獲得できるか分かんないですよね。そうすると欲と関係ない仕事は全部コンピューターがやって、欲に関係ある仕事、モテたいからバンドを始めるとか、何かしらその自分の妄想を実現化したいからものづくりや小説を書くとか、そういうことだけが人間の仕事になって、だからいろんな仕事をどういう欲望に紐ついてるかみたいなことと一緒に分解して、明らかに社会的な欲求に基づいてる、明らかに生命本能的な欲求に基づいてるんだったらそれはいつか機械がやるだろうと、明らかに人間しか持ってないような欲望に基づいてるんだったらそれは人間の仕事だろうということに割っていって、で、そうすると生活やお金の心配がなくなると、なぜか大金持ちって人類を進化する方向をしだすんですよ。火星旅行をするであるとか、北欧まで30分で行くとか、そういう、あと海に沈んだ武蔵を引き上げるとか、みんなそういうことを始めるわけです。でそれが多分未来では当たり前になると思っていて、音楽や演劇を楽しむって500年前だったらウルトラ小金持ちしかできなかったんだけれども、今はみんなできてるわけじゃないですか。自分好みのハードウェアを作るってほんの30年前はむちゃくちゃにづらかったことが、ここにいる人はみんなできてるわけじゃないですか。ということは火星旅行のプランを考えるとか、人間のように喋るロボットを作るであるとか、そういうこと、今だったら孫正義やイーロン・マスクが考えていることも10年20年考えないように、ここにいるみんながそのためにどうすればいいかなっていうふうにプロジェクト立ち上げるようになるんではないかと思っていて、でだからなるべく未来の方向に向かって意識を作っていくのがいいのではないかなと思いつつ、パネルセッションに入るんじゃないかなというふうに思っています。はい、どうもありがとうございました。すごい
幅広い話なんでまとめようとはもともと思ってなかったんですけど、どう進めますか。どうって進みましょう。いいですか、ちょっと。あ、はい、お願いします。あの、私もあのシンギュラリティっていうのをずっと前から気にしていて、10年ぐらい前はシンギュラリティって言ってもみんな笑うばっかりで誰も本気にしてくれなかったですね。今最近シンギュラリティって言うと割と真面目に出てきますし、なんか日経ビジネスとかいうような雑誌にも出てきますよね。なので、あの、あれ気に、まあ気にしてるんですけど、あの、あと人工知能をバカにする人はあんまり最近いなくなってきて、またこれもなんかビジネスに使うとか言い出すいう人がいるんだけど、でもあんまり分かってる人もあんまりいない感じで、僕もまだ今回のブームはまだまだダメだろうと思ってたけど、よくよく見てみると今度は本物らしいっていうのがかなり見えてきて、で、だから、まあ、シンギュラリティ的なものを僕はまあ待ち望んでて、さっきも言ったように、あの、人間に管理されたくないわけですよ。あの、管理されるならコンピューターにやっていただきたい、はい、あの、できればあの美少女なルックスの、 あのアーヤさんみたいなあのロボットにですね、あのロボットのネットワークの複合体に管理してもらえると、と完全に構成無視で全人類にマンツーマンで、あの、あの、ついててくれて、あの、それ極めて民主的に個人レベルの民主性を持った、で最善の解を求めてくれる、そういうふうな、あの、複合体、ネットワークの複合体に管理していただきたいと思うわけですね。で、だからある程度そういうそのネットワークの複合体というのが、あの、自分で自分をメンテしつつ自走してほしいと、自分で走っていってほしいんだけど、あの、残念ながら世間の、あの、あの、思惑と、あの、予想とは逆にすぐに止まっちゃうと思うんですよね、ほっとくと。で、あの、一般に今なんか人工知能の脅威とかですね、あの、人工知能を無駄に恐れてる人いますけど、恐れなきゃいけないのは人工生命であって、人工知能というのは欲求を持ってません。あの、高さんが再三言ってたように欲求を持ってないので、あの、殺したいとかですね、支配したいとかそういうことをやってくれません。言い換えると、生きる意欲もないので、あの、自分が走り続けなければならないみたいなことを自分では見つけられないですね、そういう目標っていうのを。で、仮に何かそのコンピュータ、あの、命令で人間プログラマーがお前は走り続けなければならないよっていうふうに、あの、命令を与えたとしても、人工知能っていうのはやっぱりどんどん最適化していく、いける、自分自身を最適化していけるはずなので、あの、本当に進んだ人工知能になると、そのプログラマーの命令も、あの、無視してしまって、やっぱり止まった方がいいんじゃねえとか言い出して人類もなんか浪費ばっかりするから、あれ滅亡した方がいいんじゃねえっていうふうに結論出してしまうかもしれないね。なので、あの、欲求はないんだけど、感情も欲求も何にもないんだけど、あの、動き続けるだけは動き続けてほしい、そういうその、あの、AI の構造体っていうのがなんとかできないもんかなと思ってて、で、人間とか今ある生物はなんで今ここに生きてるかというと、要するに理屈抜きで生きようとしてたから絶滅せずに生き残ったわけですね。生きる意欲がないとか子孫を残す意欲がないようなものはとっくの昔に絶滅して、まあ、亡くなった。で、消去法で今生き残っているのが人類とか原生生物なわけですね。で、つまり、あの、誰もプログラミングしなかったけど、あの、進化論 の、 あの、ジェネティックアルゴリズムによって、あの、生きることが選ばれたというより、生きたがらないやつが消去されたということなんですけどね。で、同じような原理で誰もプログラミングしなくても、あの、こう動き続けるネットワークの構造体、コンピューター、AI みたいなものが実現できれば人類の未来は明るいというか、で、それに寄生して、あの、生かしてもらえれば非常にありがたいなと思ってるんですけど、まあ、仮に人類滅亡してもいいから、そのどっかのなんか知的な存在がずっとその未来永劫を自分で生き残ってってくれればいいんですけど、だからそういうなんかアーキテクチャーというのを発明しなきゃいけないなと思ってるんですね。で、まあ、まあ、いろいろ書いて、それは、まあ、今書いてる小説のネタなんですけど、実はだから
何らかのプログラミングしなくてもその生き続ける動き続けるアーキテクチャ、あとその情報収集知的好奇心みたいなですね、情報収集をやめないコンピューター、なぜか情報を集めたがる欲求を持ってないとなかなか人間と共存してくれないかなと思いますね。人間ってのはいろいろ情報をどんどん作っていく存在なので、それをありがたいと思ってくれないと人間なんてすぐなんかほったらか放置されてしまうかも、ネグレクトされてしまうかもしれないので、うんうん、まあ、そういうふうな人間をうまいこと育ててくれて余計な仕事は全部にやってくれる未来社会っていうのが、うん、私にとっては明るい未来なので、そういう方向に進まないかなと思ってるところですね。なんか多分今日一番の大ニュースは野尻さんが今も小説を書いているってことだと思うんですがという話を置きつつ、なんかピアピア動画を読んだ後ニコニコってメーカーネコスを書いて、でそれからあと今思ってることと今の野尻先生の話がちょっとかぶっているように僕には覚えて、最近僕ますます個人はどうでもいいなと思うようになって、僕自身がその一部になっている何かしらのネットワークというのが大事で、つまり僕自身よりは NT 金沢の方が大事で、例えば深センのメーカーコミュニティが大事で、クラウドファンディングにお金を出すどこまでが際かわかんないグループがなんとなく大事で、あと、まあ、自分、まあ、会社なんかはもう少し古いネットワークだけど、でも多分その個人がどうこうとかよりはネットワークの一部にどん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 なっていって、ネットワークが良くなることみたいなことが今の僕にとっては一番大事で、逆に言うと人がどんどんあんまり、まあ、もちろんその自由意志で動くからそこはすごいインディビジュアルなんだけど、でも人間もどんどんネットワーク端末っぽくなっていっている気がしていて、うん、いやそうだと思いますね。だからこういう場ですよね、ちょうど寒天培地みたいなですねこういう何かを育てるブリードするその場っていうのはものすごく大事で、誰かがくじけてもすぐにこう代わりの人が現れるとかですね、非常にロバストな構造で全体としては常に前向きに動いていけるようなものっていうのがあるといいなって思ってますね。だからこの NT 金沢あるいは NT 京都みたいな活動っていうのはやっぱり長く続いていくと面白い、ただし慣れてきたら思い切ってなんか組み替えるっていうのもいいかもしれないですけど、そうですね、なんか自分同じネットワークにずっといるのがいいことかどうかはまた別の話のような気がしていて、で、僕でかいネットワークになるほど個性は消えて見向きいことしか考えなくなると思っていたんですけど、この間テンセントっていう中国で2番目にでかい会社の社員と話したら、今1日に7億人サービスを使ってるらしいんですよ。で、アリババ使ってるのが5億人、テンセント使ってるのが7億人、そういうクラスの会社になると、課題は何ですかっていう課題が全部中国そのものの課題と一緒で、その国ごと良くならないとビジネスチャンスが拡大しないから、中国人の倫理観が上がってほしくて、中国がもっとお互いを信用できる社会になってほしくて、で、すごいちゃんと原理的に資本主義をすると真面目に生産性を上げていった、真面目というか基本的には寿命を延ばすとか健康でいられる時間を増やすとかお互いを信用できるようにするとか自主性を認めるとか生活のストレスをなくすとか、そういうすごいなんか美しい目標にいかないと、もうなんかやる解決すべき課題、細かい課題は大体解決し終わっていってしまうので、だから多分その同じ方向の未来じゃないんだけど未来に行くみたいなのも多分一個の本能の一つ で人間とコンピューターが手を取り合って未来に向かって進んでいくんだなみたいなものが見える気はするんですけどね。そのなんかよくわかんないけど無意味に新しいものが知りたいみたいなのは、多分人間側の本能で、でちゃんと知ったことを忘れずに整理しとくみたいなのが多分コンピューター側の本能で、でなんかアトムと水道橋博士みたいな感じで両方なりながら未来に行くみたいな、のがちょっと見える気がするんですけど、双方的な感じですよね。双方がちゃんと補い合うというか双方的な役割ということですよね、目的が同じで。10年前のインタ
あんまり日本語が入ってない話なんですけど、日本語の話ちょっと置いておくと、10年前のインターネットより今のインターネットの方が論争の数が減っていて、昔だとプロジェクトの主導権争いとかすごいあったんだけど、今は2個とも立ち上げるようになっていて、後で世の中が決めるじゃんみたいな風になっていて、結局実行しようと思った時にはやる気のある10人の方が意見をまとめなきゃいけない50人より話が早いの で大体のことは作んなきゃ分かんないので、どん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 その人間同士の議論ってすごいコストが高いので、社会に決めてもらうか、またはコンピューター目にディフを取る方が議論コストが低いので、そうやって結果ベースで行動が変わっていくみたいに議題そのものが変わっていくんじゃないかと思うんですけどね。ピアピア動画でも大体あのいい役になる人って論争しないですよね。先にとりあえず巻いちゃおうみたいな。そうですね。あと、まあやりたい人がやるっていう感じ。やりたい人がやる。で、あんまりそれを止めないって、周りがそんなに止めないっていう話はありますよね。で、あのなんかうまくいきかけると乗ってくる人もいるんですよね、元気なもんでね。まあ、逆にその騒げばいいっていう風な人もいて、それであのすぼんでったプロジェクトもいっぱいあったと思うし、やっぱりある程度その実力があってどんどん進めていかないといけないっていうのは確かにあると思いますけどね。特に初音ミクは珍しく普段あまりバズワードに乗らないことを心情にしている人たちがちゃんとバズワードに乗ってくれたので、僕あの時ちゃんと乗ってくれた人が全員ミクの曲すごい聴いてるかっていうと、ちょっと怪しんでるんですけど、全員がミクがすごい好きだとかニコニコ動画のプレミア感と思ってるかっていうと、ちょっと怪しんではいるんだけど、乗ろうって決めることがすごい大事で、それでいうとなんか恥ずかしくなく流行りに乗るっていうのは結構大事なことなんではないかなと思って。そうですよね。まあそうね、あのさすがに10年も経つと大体ミクさんのファンもだいぶ薄まってきてはいるけど、でも未だにやっぱり最新の VR の映像って大体ミクさんで始まることが多いので、やっぱり偉大だなと思いますし、まあいいことだなと、あとこのお茶についてちょっと語りますけどいいですか。あのこの前に置いてあるこれは何かというと、あの可搬式のカフェ、可搬ちゃんと言ってますけど、あの去年は私あの戦車で紅茶を飲むっていうプロジェクトをずっと進めていて、あのガールズ&パンツァーというアニメで、あのイギリス風 あのセントグロリアナ学園とかいうところがの女の子たちは常に戦車の中で紅茶を飲んでるんですね。で実際にその戦車、イギリス軍は実際にその戦車の中で湯沸かし器があって紅茶が飲めるようになってるんですね。なのでその湯沸かし器を取り寄せて、中古で割と安く手に入るんで取り寄せて、自宅でこれはイギリス戦車の一部なんだというふうに思ってですね、それで湯を沸かして紅茶を入れて飲んでたりしてたんですけど、あのああいうふうにこう所構わずというか、もう世界中どこにあっても必ず紅茶を飲む、あとイギリス人の場合あの芝生を作るっていうのと、あと、はいはい、あの川にマスを放ってその フライフィッシングで釣るっていうのがあってですね、あの辺は世界中どこへ行ってもイギリス人は必ず整備するんですよね。であの辺あれあのなんかそのこう譲らない態度っていうか我を通す姿勢というのは大変見習うものがべきものがあっていいかなと思って、であのその後発展したのがこういうカハンちゃんという移動式のカフェで、これはあの獣フレンズの影響が結構あるんですけど、あの獣フレンズの3話の鉱山っていうエピソードで山のてっぺんにあの勝手にカフェを開いてるあのアルパカさんという人がいるんですけど、あのエピソードが私は大好きなので、あのちょっとあんな感じでどこでもカフェをやれるような感じにしたいなと思って作ったんですね。で、あのアルパカさんのエピソードっていうのはあの獣フレンズって一つのすごいユートピアができていて、 あれも私のその SF 心にあのビンビン響くんですけど、あれは要するに人工知能のロボットが世界をあの維持してくれてるので、獣たちは
したいことやってるだけで毎日遊んでて遊んで暮らせるようにできてるんですね。でもできてるんだけど遊ぶだけじゃなくて何か仕事をしたいっていう欲求を持つ獣が、フレンズが出てくるわけなんですね。でアルパカさんはたまたま高い山をこう渡っていて、この辺で休憩できるカフェがあったらいいなって思って、でそしたらロープウェイの一番山頂のところにこうロッジみたいなのがあって、ここでそのお茶を出せばカフェができるんだよというのが分かって、でそれで図書館に行ってお茶の入れ方というのを聞いてきて、でそのロッジで自分でそのカフェを開業するわけですね。要はスタートアップするわけですね。そうですね。でやってるんだけど、まあ、マーケティングが悪くって、山のてっぺんに存在はしてるんだけど誰もお客が来ないというので、まあ、そこでまたカバンちゃんが、マーケティングをちょっと知恵を働かせて協力して、広告を出してお客さんが来るようになるんですけど、とにかくですね、獣フレンズの世界にはいやいや仕事をしてるやつが誰もいない。大事ですね。やりたいやつだけが仕事をしてる。で仕事が遊びなんですよね。でしかもそれが周りを幸せにしてると。で周りを幸せにして人が喜んでくれたらもう無条件に嬉しいじゃないですか。だからそうやってしてその生きがいを見つけているという、そういうものが仕事っていうのがその再発見されていると。だから私ああいう要するにベーシックインカムみたいな制度ができて、富の再配分ができて、大部分の仕事はコンピューターがやってくれて、人間も遊んで暮らせる状態にまず持ってって、でそこまで行くともう長期的な視野が持てるので、はい、安心して2年がかり3年がかりのプロジェクトにも手が出せるんですね。お金に不自由しなくなったら。で最近読んだ本で霊俗なき道っていう本があって、これはそのベーシックインカムが素晴らしいよ、ぜひやりましょうっていう風なアピールの本なんですけど、そこにも載ってるんですけど、貧乏な人ってのはなんで貧乏なのかっていうと、別にその能力がないから貧乏なんじゃなくて、たまたま貧乏になっちゃうともう、はい、帯域がオーバーフローして目先のことしか考えられなくなって、で明日飯を食うためのことしか考えられなくて、2年3年先の計画ってのは全く立てられなくなってしまう。だからそういう人にもしベーシックインカムを与えると、怠けるどころかむしろ長期的な視野に立って自分の仕事に打ち込むようになってきた。だいたいベーシックインカムを払うとみんなよりこれまでよりもより勤勉に働くようになったっていう実験結果があるんですね。でその霊俗なき道って本はベーシックインカムを非常に推してる内容なので、いいことばっかり書いてあるんで一概に信用するわけにはいかないかもしれないけど、でもかなりいいことがいい、まあ、肯定的な材料がいっぱい揃ってるのは間違いないですね。で、まあ、それがまさにその獣フレンズのジャパリパークの世界と全く同じようなメカニズムになってですね、まずは食いっぱぐれないようにしておきましょう。まあ、作家でもそうですね、兼業作家多いんですけど、まず食いっぱぐれないようにしといてから本を書くとかですね、やりたいことをやるっていうふうにするのは非常に一つのいい方法だと思いますけど、そんな感じでとにかくとりあえず紅茶をどこでも世界中どこへ行っても紅茶お茶とかは自由に飲めて自分の生き方を貫けるようにしておこうというので作ったのがこの下半式カハンちゃんというやつですね。はい、以上です。なんかその思いとか好みみたいなのを扱うコンピューターが扱うことがどんどん上手になっていると思っていて、ブログよりもフェイスブックの方がエモーショナルなやり取りがしやすくて、なんでかっていうと写真だからで、でインスタグラムはもっとエモーショナルなやり取りがしやすくて、で僕が今中国人と会話してるのも大半はメッセージングアプリで、一番使ってるのスタンプなんですよ。ちょっと待ってとか、今忙しいから話が聞けないだけで、お前の話が聞きたくないわけではないとかはなるべくスタンプで伝えた方が、文字で俺が無理やり中国語や英語を喋るよりは効率が良くて、つまりコンピューターはどんどんエモーショナルなことを扱うことが少しずつ上手になってきていて、で
気の合わない人間と合わなくするみたいなこともコンピューターがある程度解決してくれるような気がしていて、2チャンネルで言うと俺が書き込んでもなんていうかお互い嫌われない板にしか物理的に書けなくなるとか、そういうアーキテクチャはそんなに遠い話では多分なくて、例えばビリビリ動画ってニコニコ動画に比べるとあんまり荒れてないんですよ。なんでかっていうと書き込むときにテストがあるんですよ。でそのテストはいろんな分野にわたっていて、全部問題は中国語なんですけど、俺は人間をやめるぞジョジョっていう文章が出てきて、これはこの漫画のうちのどれでしょうみたいな問題が結構たくさん出てきて、で相当難しい問題をたくさん解かないとコメント書けないんですよ。それは一回やればいいの？ね、たまに再挑戦みたいなのがある。あ、そうなんだ。うん、でそれも中国だから中国のシステムってものすごい、なんていうかアップデートが早いんで、ずっとその形式でやるかは分かんないんですけど、はい、でも試験を超えないとコメント書けないっていうのは結構いいシステムで、あ、いいですね、いいですね。でさらにさっきのギーマ神王もそこに寄与していて、最近中国で若い女の子の若い OL と女子大生の意見交換掲示板ってあるんですよ。でそこは身分証を出してる女子大生と女の子は書けるんだけど、そうじゃない一般人は信用ポイントがある程度を超えてないと書き込めなくて、要はよからぬことを企む人間大人はダメですっていう、よからぬことを企まない大人とマジモンの若い女の子たちは書いていいですみたいなことができていて、でたまたま日本だともっと前からコンピューターが普及してるから、もともと古いコンピューターが得意なことしかコンピューターにやらせようと思わないんだけど、新しいコンピューターばっかりが普及した国だとそういうことまで多分人よりコンピューターがモデレートした方が絶対良くて、今人間がモデレートする掲示板って減ってるけど、中国だとコンピューターがモデレートする掲示板がすごい増えてきていて、でその方が多分獣フレンズであったりそのカハンちゃんが活躍する世界に近くなっている気がして、で多分その世界の延長線上に僕はどうやらその手のネットコミュニケーションとは向いてないからラーメン屋をやろうであるとか、そういう適職判断みたいなものが生まれてくると思うんですよ。なんか俺は客を説教するラーメン屋が一番向いているみたいな、なんかそういうのもありえると思うんですよね。で客を説教するラーメン屋みたいな人が SNS で活躍するのはやめた方がいいと思うんですよ、実際に。よく荒れてるよ。よく荒れてますね。荒れてますね。なんかそのコンピューターでの世界でそういう人間の本質がだんだん見えてくる、まあ、そのベーシックインカムもそうなんですけど、そういう技術とかそういうところが安定してくるがゆえにコンピュ人間の本質が見えるようになって、それで幸せの方が近づいてくるっていうようなそういうお話ですよね。そうですね、うん、とここにいる人たちがどれぐらいちょっと読んでるかわからないけど、その最近の並べのソードアートオンラインとかは要は AR 空間だとこういう制限が物理的に実装できるよねみたいな、例えばなんかなんだろう、宿屋の主人みたいなものをぶん殴るとアイコンが赤くなって、でそうすると周りの人間たち賞金取りが追いかけてくるみたいなのがあるけど、あれ結構リアルに普通にできるなと思っていて、で中国だと実際にやってる例がいくつか見えて、でテクノロジーはもちろん 3D プリンターそのものの性能も上げたし、電話機やコンピューターの性能も上げてクロックも上げたんだけど、それ以上に例えば雇用であるとか約束であるとか、うん、仕事であるとかそういう概念を変えてるんじゃないかと思っていて、昔に比べると遊びみたいな仕事が増えたと思うんですね。そうですね。なるほど。その一般職ってどんどん減ったじゃないですか。一般職とか あとファイリングが仕事とか、はい、あと新聞社でいうとアンカーみたいな大量の情報を処理してサマリーする仕事って今むちゃくちゃ減ってて、あとなんか検索不可能なものを検索可能にする仕事とか、要は新聞の切り抜きとか、そういう仕事すごい減ってて、今どんな会社でも新卒からいきなり企画立てろみたいな仕事になってて、つまりクリエイティブっぽい仕事以外世の中に残らんな、明らかに10年前より今の方が仕事としては相変わらずきついんだけど、クリエイティブっぽい仕事の方が増えてきていて、そうじゃないお仕事は大体コンピューターがやってるんだなっていうふうに思う時がすごくあります。でもね、なんか人間ってそのクリエイティブなものばっかりが楽しいわけじゃなくて、同じことを一日中繰り返しているのが気持ちいいっていうのも実は結構あるので、例えばなんか職人さんなんかがこう同じ形のものをずっとこう繰り返してこう
茶碗とかですね作ってる、あれで極めてくっていうのもなんかなんとか残せないかなとか思ったりもするんですけどね、筋トレとかがめちゃめちゃ流行ってるのはそのせいなんじゃないかなと。何が？筋肉トレーニングとかジムとかがすごい流行ってるのは、そのせいじゃないかなと思って、その僕2年前から3年前からこの年にして英語を勉強し始め、去年からこの年にして中国語を勉強始めたんですけど、語学の勉強って当たり外れなくてやった期間分成績上がるからすごい楽しいんですよ。そのイベント企画とかメーカーフェアの運営って俺的に最高の文章をかけても人来るときは来るし来ないときは来ないんだけど、あとなんか原稿書くとかも俺的に最高の原稿って書いたけど全然ハテブがつかないとか、そういうときはすごいいっぱいあるんだけど、でもその語学の勉強とかはかけた時間分の効果が全然あって、ちょっとこれはこれでやってないと精神的に良くないなと思って、意外となんか 年取ってから始めても結構使えたものになってきたりしますよね。しますします、ね、なんかそうなってからちょっと僕は人生観というか、なんか物の見方が変わって、はい、だから35歳ぐらいから大体のものは全部衰えるわけですよ、うん、その昔はメモする人が信じられなかった IP アドレスが覚えられなくなるし、はい、あの8桁以下のパスワードなんか一瞬で覚えられると思ったのが、はい、覚えられなくなるし、出てこなくなるし、はい、あのなんか走っても息が切れるようになるし、あと昔マニュアル読まずに使えた製品がそうでもなかったりとかしてくる、うん、なんかたまたまやってるその語学の勉強とかがつけた分だけレベルが上がっていると、はい、なんかそのいや人間まだまだいけるみたいな、確かに、あと僕割と年食ってからモールス信号っていうのを覚えたんですけど、あの、はいはい、トンツーですね、あれも最初はその A はあのトンツー、あの B はツートトトっていう風にして表で覚えていくんですけど、あの実際には逆でツートトトってきたら B っていう風に浮かばなきゃいけないわけですよね。でそういう時にあのずっと A、B っていう風な表をずっと、まあ、その聞くたびに表をスキャンしていく、脳内でスキャンしていくとものすごく時間がかかって間に合わないんですよね。だからまずツーッと来て、まず 超音が来てトトってきた段階でもうあのバイナリーツリーの中で検索が始まってて、でツートトトって言ったところでもう B っていう風に結論が出るっていう風に、それ脳内の血栓がね勝手に組み替わっていくのが分かるんですよ。でだからなんかね脳の可塑性っていうかすごいなと思ってですね、自分では全くそういうバイナリーツリーみたいなことあの覚え方を変えようとか思ってなくても、あのリスニングをして練習してるうちに勝手になんかこうできてくるんですね。それが非常に面白くて、なるほどニューラルネットってこういう仕組みなのかって思ったぐらいなんですけど、全く同感ですよ、ええ、でなんかそのいわゆるインターネットが出てきたことで、ええ、周りの人間関係が簡単に変わるようになってないですか、はいはいはい、僕その1ヶ月前にあの沖合陽一君というメディアアーティストと対談したときに、はいはいはい、年をいったら驚かれて、あれなんか40代真ん中辺ぐらいの人って、もう少し朝日新聞みたいなことを言う人だと思ってましたということを言われて全然言わないですねって言われて、多分僕の周りにいわゆる40代男性ジャパニーズがほとんどいないからじゃないかという話をしていて、結局その周りが老けるから老けるわけじゃないですか、はいはいはい、でインターネットがあると何歳になっても周りの人間は知り合ってから2年とか、はい、知り合ってから1年とか、はい、そういう人たちばっかりだと脳の可塑性がキープされ続けるんじゃないかと思っていて、あつまり、人間性、人間とか人間能力そのものに一番影響を与えるのは多分周りの人間で、でそれがインターネットによって常に入れ替わったり、周りの人間が新しい趣味を始めることとかの確率がすごい増えたことによって、であのより自分自身も新しい趣味を始めるハードルが下がっていて、あ確かに、そう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 、多分ね1年間で教科書3冊読むみたいな生活をしている限りずっと高校生並みの柔軟さが続けられるはずで、でも昔の大人はそんなことなかったから老け込むので、年を取るごとに初めての入門書とか買わなくなるから老け込むので、そうじゃなくなってるうちは案外若々しい実年齢を取った人っていうのがこれからも増えていくんではないかと思っていて、まあ、そうですよね、とにかくあの新しいものをどんどん取り込んでいけてる以上は、あの語学であろうが、あの例えば将棋とか囲碁にしても、あのもう遅いなんてことはないと思いますね。同じニューラルネットで動いてるわけだから、遅すぎるってことはないよと思いますね。
そのもちろ ん, なんか50年とかのスパンで見ると、はい、脳は老化するんだけど、はいはい、でも肉体の老化量は明らかに遅いわけじゃないですか。20代の頃の暗記量を今こなす方が20代の頃の運動を今こなすより全然楽なはずで、確かに。でそうやって社会が変化するスピードが上がって新しい人と触れ合うスピードが上がるみたいなのが自分自身を若くすることとか周りを若くすることとかで、だからなんか100年後とかになると僕らもう全員死んでるからどうでもいいような気もしつつでも考えることとかにつながってる気がするんですけど、ね、そうですよね。いやだからやっぱりなんか100年後に残せるようなものがあったらやっぱり嬉しいと思うし、まあ、あとまあ僕は割と独身主義なので子供作ってないんだけど、やっぱり子供作った時の充実感みたいなものをその子供の代わりにミームとしてなんか残せたらいいかなというふうに、まあ、物書きとしては思うんですよね。だからミームって要は情報遺伝子というふうに言いますけど、あの自分の遺伝子を残すという本能にちょっと逆らって、あの知的な創造物でしかもずっとみんなの社会の中に染み込んでいくようなものが残せたらいいなと思いますし、うん、全く同感です、はい、だいぶ話がちょっと長くなってあの発散しかかってるんですけど、ちょっとフロアの方にちょっと質問コーナーですね、質問コーナーですね、はい、すみません、ちょっとあのだいぶあの話がもうすぐ発散してるんですけど、あの今の話も踏まえてでも結構ですし踏まえなくても結構なんですが、何かこう話題提供いただける方おられませんか。あの質問でも結構ですし、何かご意見とかでも結構です。いかがでしょうか。ちょっと発散しすぎましたかね。一発目で僕から野切先生に質問があって、あ、はい、そのメーカーのエコシステムまだ書き終わったばっかりなんで、はい、その後書いてないこと何って言われると、さっきの G マ信用絡みとかもっとネットによった話なんですけど、うん、ピアピア動画の方が書いてから時間が経ってるじゃないですか、だからその書き終わった後であれも入れとけば入れとけたなって思うものってあるとしたらどういうものですか。あー、そうですね、まあ、例えばやっぱりあのファブラボみたいな言葉がまだあの拾いきれてなかったっていうのもあるし、そうだよね、あとは何だろう、やっぱりあのそのニコニコ技術部が初音ミクのネギ振りで盛り上がってた頃と今はだいぶ違うので、で今はもっとあの個人主義的というか、あのミクさんのために捧げますみたいなんじゃなくて、あの個人が作りたいものを作ってるっていうので、あ、むしろ健全だと思うんですけど、まあ、その代わりこうなんていうんだろうな、ニコニコ技術部の場に出すことが嬉しい、その場で、あの場に出せばきっとこんな反応があるっていう期待感とかですね、そういうものがだんだん薄れてきてると思うんですよね。要は場の力が弱まってきて、単なる発表の場、YouTube 的な感じの発表の場になりつつあるし、まあ、実際ニコニコから YouTube に乗り換えた人もかなりいるし、まあそうですね、まあ、そういうところのそのなんていうのかな、あのまあ求心力がちょっと弱まった状態でも大丈夫みたいなところを提示できたらよかったなと思うんですけど、あの最高に盛り上がっててパフォーマンスが上がってる時のニコニコ技術部だったら、あのピアピア動画みたいなことはやっちゃいそうなんだけど、今でもできるかっていうとどうなんだろうってちょっと考えちゃいますよね。だからそういうその持続可能性みたいな、持続可能ななんかアルゴリズムっていうのをどっかで提示できたらよかったなと思いますけどね。まあ、だからそこがやっぱりその、ね、さっき言ったようなベーシックインカムみたいなものがあって、まず落ち着いてゆっくりのんびり遊べるようにしようみたいなところへつながってくるんですけど、なんかあれだよね、ベーシックインカムっていうのもその国がやってくれ始めるのを待ってたらあのなんかすごく時間かかりそうだから、
どっかでクラウドファンディングかなんかでやってくんないかなと思うんですよね。なんか僕あの DMM みたいな会社が、はいはいはい、やる気ある社員を本人がやりたいって言ったら、ええ、プロジェクトを外してアフリカに飛ばすみたいなのが、ええ、すごいベーシックインカムだなと思って、はいはい、あ、そうですよね。要はその、はいはい、会社の一員であることはやめない、ええ、お給料はこれまで通りに払う、はい、で元でも別に合理性とかじゃなくてもう200万って決めたら200万を上げる、うん、でその6ヶ月間何やっててもいいから最悪何も持ち帰らなくてもいいからやりたいことをやってもらやってくれないかみたいな話は、はい、すごいベーシックインカムっぽい、はいはいはい。あと高須さんってそもそもそのチームラボに貢献してるんですかっていうのがってすいませんけどあのシンガポールでなんかあれやってさおなんか騒ぎまくってて一体あれチームラボのためになってるのか。一応、はい、あの人類の未来に関係あることしか仕事にしないっていうのが、はい、最近のチームラボの、公式設定で、はいはいはい、でなるほど。プロフィットに貢献してるかどうかについては社内でものすごいいろんな意見の対立があるんですけど、彼は人類の未来に貢献していますからいませんかねってことに関しては結構いろんな人が、まあ、人類の未来には貢献してるよねっていう回答があるのでクビにならずに済んでいるんではないかなと思います。いや大変いい会社ですよねそういう会社に就職したいですよね、はい、僕のお給料をそれで言うと、うん、こういうことを僕がいわゆるプロフィッタブルなプロジェクトがほとんど外れて、もちろん今でも言われたら協力するんだけど、何やってるんですかニコニコ学会ですねみたいなとかメーカーフェアですねみたいになってから僕のお給料は1円も上がらなくなったんですけど、あまあいいかなと思っていて、いやクビにならないだけ幸せなことですいやでもこう今例えばあの高須さんの尻馬に乗って新人が応募者が僕も高須さんみたいなことがしたいので御社に来ましたみたいなことを言ってもあれはワンアンドオンリーだからお前にはダメだって追い払う感じになるんですかね。どうなんだろう。例えば、はい、技術書店で同人誌を出したりとか、はい、メーカーフェアにまとめて出展をしたりとか、うん、学会発表をしたりとか、うん、ここ3年ぐらいいろんな社員がやってるんですよ。あだから専業は僕しかいないかもしれないんだけど、うん、会社全体としては今自分たちで社内で勉強会をやって、うん、それを YouTube でライブで生放送とかもやっていて、うん、その意味では、そんなに外れていないのかなという気がしています、うんうん、その本当にじゃあ専任でやろうみたいな風になると多分僕とかが面接すると思うんだけど、うんはいはいはい、その例えばだけどじゃあ2年間で中国人の友達、うん、WeChat フレンドを0から1000人まで増やせますかとか、うん、そういうのを多分見るんじゃないかなと思っていて、ね、つまり同じパフォーマンスが出せるかなとか、 なんかそういうのがないかとは思っていて、そのなんだろう、うちの会社の広報全体が1年間で集める名刺がだいたい1万2000枚ぐらいなんですよ。あ僕が1年間で3000枚ぐらい集めてるんですよ、うん、例えば、うん、みたいなのとかパフォーマンスを見る気がします。いやでもこれから例えば深センの案内人っていうような仕事であってもいいと思うんですよ。あのプロの深センガイドっていう風な、ただ高須さんが開拓したそのあのツアーですよね、ああいうあのもののをなんかもうちょっとプロフェッショナルにやっていく人が2番手3番手が来てもいいんじゃないかなって思ってるんですけど、うん、あそうですね、すみません、2つ話があって、はい、1個目の話が、はい、ちょうど今日から、はい、キームラボ深センでむちゃくちゃでかい展示会やってるんですよ。あそうですか、はい、中国 で今年北京と上海と深センの3カ所で大展示会やるんだけど、深センの展示会が一番規模がでかくて、うん、で僕そのために設営で3週間ずっと深センにいて、毎日ファーチャンペイに行って調達が大変な部品の調達をなんか地元の人間が見つかんないって部品を見つけるみたいなことをすごいずっとやっていて、はい、回り回って役には立っていたっていう あとオープニング日の呼ぶリストを作るとかが、はい、とかあと新鮮企業の勢いがいい会社でスポンサーしてくれる会社を探すとか、うん、要するに会社自体キーメラボという会社自体がやることが結構グローバルで大きくなってるんで、うん、その時に何だろう回り回って役に立ってた事例が結構あって、
例えば今チームラボって、ノルウェーのトロンハイム国立大っていうところから年に2人ぐらいインターンを取っていて、年間200人ぐらいトロンハイム国立大からチームラボへの見学が来てるんですけど、はいはい、あれのきっかけってメーカーフェアトロンハイムで僕がプレゼンしてたんですよ、3年ぐらい連続 で、うん、でそれで仲良しになってたりとかいうことがあって、なので実は外国のメーカーフェアを経由してチームラボにインターンが大量に来てるのと、あと中国の中のローカルチャンネルと今チームラボが仕事をするようになってて、そこがつながるようになっていて、だから案外ビジネス側がついてくるっていうことがあるんだなっていうのが前半 で、うん、で後半のもう一個は深圳ミニ会いっぱいやってるじゃないですか、はい、で野尻先生が第1期でその後全部で7回やってるんですけど、はい、秋田先生が 第2期 で3年間で7回やった結果、なんかその具体的な会社名は言えないんですけど、中国への投資が2件と、あと中国側の人たちが日本の幕開けとかに出す時の中立ちが2件と、あと、向こうで会社を立ち上げた人間が1人と、あと向こうの技術をこっちに持ってくるっていう意味で日本で会社を立ち上げたのが2件と、だから全然ノンプロフィットなのに僕にはお金は入ってこないんだけど、ビジネスがすごいしっかり回る仕組みになっていて、あだからニコギ新鮮観察会もそれで言うと、うん、すごいイケてるエコシステムになっているなと。なるほどなるほど、はいはいはい、であれをどうやったらもっとデュプリケートできるかはすごいずっと考えているテーマで、ただ今多分ね5個か6個ぐらいプロフェッショナル新鮮ツアーがあるんですよ、旅行代理店がちゃんと関与してる、うん、であと僕自身が、経産省の人とか三菱総研の人たちとかを新鮮案内したこととかもトータル7回とか8回とかあるんだけど、全くサムシングハプンが起こんなくて、 そうなん、うん、あとそのお金をたくさん取るその産業としてのツアーが何か起きたかというとそれも起きてなくて、でなんでその二戸新鮮観察会の周りだけビジネスインパクトとかビジネスデベロップメントがすごい起きてるのに、他は見に行くだけで何も起きないのかなって考えた時に、自分の都合で来れて自分で自分のやることを決められて深圳でこれやりたいって思ったら自分だけの判断でできる人間たちと深圳を見に行くと何かが起こるんですよ。なるほどなるほど、いや今のは非常に素晴らしい、だいたいこういうイベントに集まる人はみんなだいたいそういう素養があるんですよね、うん、あだからこれも10年前からこういうニコギってやってるけど、ずいぶんなんか露呈しましたもんね、それぞれの顔を見てると、うん、昔は学生レベルでやってたのが今やもう会社を起こしてたりしますし、例えばそのメーカーフェア深圳2015でも明和電機が行ってて、スケールドリクスが行ってて、ヒゲキタさんが行ってて、それから渡井樹里さんが行ってて、でベゼリーはベゼリー側の予算で来てて、で8組秋田先生も出展してて7組同時に出展したわけじゃないですか、でこれが例えばなんか文化庁とかの予算でできるかどうかとか、どこかの会社からのなんかインキュベートプランでできるかどうかでいうと多分できないと思うんですよ。その観察会の延長線上で、あの時僕はスケルトニクスとか明和電機を連れていくお金はシードスタジオからもらったんだけど、要はその中国側からお金もらってるからできる話で、なんでかっていうと中国の人たちは21世紀のビジネスをしてるから、そのなんだお前ら面白いじゃんっていきなりドカンとお金がつくんですよ。素晴らしい。つまり好きに動ける、好きというかある程度自由に動ける人たちが自由だから手を抜くというわけではなく、自由だからこそ全力が出せるという状態で動いていて、で今のところそれに対してお金が来るのは大体海外からの予算なんだけど、海外からの予算がつくことによりニコギ新鮮観察会の延長線上で秀樹田さんは年間2回ぐらい中国に講演しに行っているわけだし、ロボットバンドも今度この後西安に行くわけだし、その僕がやってるクラブパーティーの秋パーティーも日本1回中国2回みたいな感じでやってるわけだし、だから結構その意味でのデュプリケートは進んでるのかもしれない。なるほどね。で僕自身がやりたいのはどっちかっていうとメーカーフェアとかメーカー関係なんで、秀樹田さんを連れてくみたいなことだと大体僕が親玉をやっていて、ベンチャー企業を立ち上げるみたいなことは僕のやってることを出しにしてビジネスやりたい人が勝手に立ち上げて進めてくれるんですよ。でそれはすごくありがたくて、僕は今の勤務先が好きで辞める気はあんまりないから、自分でビジネスする気はあんまりないんですよ。それやると辞めなきゃいけなくなっちゃうので、だから誰かが僕を出しにビジネスしてくれる分にはそれはそれでよくて、で会社建てたい人が中国のモバイルバッテリーの仕組みを日本で展開するための会社を建てるであるとか、そういうことをやってくれるんですよ。だその意味では
僕の周りの方が僕の周り以外に比べるとすごくピアピア動画っぽい世界になっている気がしていて、なるほど。で僕の中国の見方って多分そのいわゆるいろんな人が YouTube の見方に比べるとだいぶユニークでずれてると思うんだけど、周りを見てる限りだとそういうよくわかんないことにたくさんお金を即断で出してくれて、で話をでかくしてくれるっていうのはすごくいいことで、そっちの方が未来なんじゃないかなと思っていて。そうだよね、やっぱお金がポンと出せるっていうのは大きいよね。でしかも彼ら商売がうまいから、はい、そこで使ったお金を見事にリクープしてて、どういうことかっていうと、そのシードの人たちが役所とかに見せる資料に思いっきりでかくスケルトニクスとかヒゲキタさんとか書いてあるんですよ。要は中国の地場の人たちを呼んでくるより、はい、そういう外タレが来ますってことにした方が補助金とかがすごい取れるから、なるほど。だから彼らが逆に僕を売り込んでくれて、その自分たちは日本のメーカー界にすごいコネがあるから、日本のメーカーを外国のメーカーをいっぱい呼んだでかいことをやるから補助金をくれって役所に向かってプレゼンができて、そこは見事にだからプロデューサー側とディレクター側で分量ができていて、プロデューサーがいてディレクターがいてアクターがいて、だから日本だとアクターばかりいっぱいいてプロデューサーがあまりいないニコニコ技術部なんだけど、外国と組むと外国人がプロデューサーをしてくれ、日本人と外人の半分ぐらいの人がディレクターをやり、アクターが動くみたいな状態でまだ全然続いている気がしていて、で来年の方がこのアクティビティでかくなると思ってるんですよね。はい、どうですか、ここまでで何か自分もちょっと語らせろという人いません？あのよかったら前に出てもらってマイクで語れますけど。どうですか、いませんか？深圳に行ったことある人います？なるほど、どうですかね、なんか深圳に行ってこんなことがありましたみたいな語る人っていません？なんか2人で喋ってるとちょっとなんかあれです、あのリッド、ぜひ、野尻さん初回のツアー参加したと思うんですけど、そもそもなんで初回深圳行こうと思ったんですか？はい、あ、なんだったっけな、高須さんに誘われたんだっけ？ですよね、第1回はそんな感じですね。だから、あ、それ以前から深圳のなんていうか、そのあのものづくりに知って少しは知ってたんですよね。あの学研の大人の科学の仕事をちょっとやってて、で学研って香港に支社があって、で深圳で学研 の, あの教材って作ってるんですよね。だからちょうどあの辺と同じ構造ですよね。だから、でだからそのまあ、学研の付録作ってる人はなんか週に1回ぐらいは香港まで行って、香港から深圳と行き来して工場でいろいろなんか物を調節したりして、まあ作ってるんですけど、まあその辺で興味があったっていうのも確かですし、でもなんだろう、最後の一押しは何だったんだろうな。やっぱりなんか高須さんがわーわー騒ぐからついてったんじゃないかな。だその毎回観察会は面白いメンバーが集まるんですけど、第1回が一番なんていうか、 それで言うと、うん、なんていうか面白いメンバーが集まったと、なんかあの冒険的な人が集まりがちなんですよ。さっきあの平日で自腹で行くのがハードル高いってありましたけど、第1回に飛び込むのはさらにハードルが高いですよね。そう、第1回は第2回から人は、いや2回以降の人はブログを読んで参加したんですよ、第1回の、はい、で逆に第1回の人は本当に何が見れるか全くわからない状態で、確か僕あの出発1週間前ぐらいに野尻先生からもらったメールに、やっと分かったんですがシードというのは旅行代理店ではなくて基盤を作る会社なんですよ。そうなんですよ。それぐらい全員何も分かってない状態で、なんだけど来たのが野尻先生は来ている、ドワンゴの伊予館が来ている、で、オープンソースといえばこの人っていう山形博夫さんが、うん、来ている、この猫耳を作ったプランナーである加賀谷智則さんは来ている、うん、今日の話にも出ていた基板を印刷するプリンターのエイジックの社長の清水さんは来ている、うん、結局その後その社長と結婚したバイオのハードウェアスタートアップやってる鶴岡マリアさんは来ている、スイッチサイエンスの浅木さんとソートさんは来ている、セレボでウェブ系全部作ってる遺跡は来ている、キームラボの社員がなんか4人ぐらい来ている。で坪井さんもその時第1回のメンバーで
来ているみたいな、今思い返してもなんていうかよくわからないけど、確かにこれが DIY でオープンソースであろうというメンバーが来ていた感じはありますよね。はい、ありがとうございます。で今のあの募集の方法じゃないと、はい、そういう人が集まんないんですよ。やっぱその経費で来る人って、はい、新店の会社と全然仲良くなってくんないんですよ。なるほどね。その中国人からよく言われるのが、はい、観察会のメンバーとそれ以外の訪問者って全然違うって言われて、まず観察会のメンバーは会社に訪問したらバンバン買うんですよ。メイクブロックだろうがシードだろうが行ったら買うし、あと全員があれ喋らせろこれ喋らせろみたいな感じで、でお礼のメールも届くことが多いし、その後キックスターターにプロジェクト出したら結構な人数がバックするんですよ。で他にも僕はずっとシンガポールにいてあんまり日本にいないから、日本に結構みんな展示会とかで来てるんですよ。でその時に WeChat で連絡するとじゃあ一日案内するよとか、ブースの見せ番やるよみたいな人がすごいいっぱいいて、で30人来る中の6人7人ぐらいはそういうアクションをするにもかかわらず、他のグループだと100人来ても1件も回答がないみたいなことが多くて、でなんか僕の中でのすごく20世紀と21世紀はパキッと分けなきゃいけなくて、20世紀の人は相手にするだけ無駄だなと思ってるのはそこにすごい結構ルーツがあって、そこの100人を150人にすることより今の30人をプラス3人とかにすることの方がすごい大事で、なるほど。そうです。あ、ちょうど時間が3時になりましたが、ね、はい、大体こんな感じでいいですかね。はい、すみません、僕がずっと2人の話が面白くてずっと聞いてて何も喋ってなくてすみません。時間もちょっとルーズですみませんでした。他は皆さん よろしいでしょうか。はい、まあ、ちょっとすごい強引にまとめると、NT の未来は明るいっぽいので、ぜひこの調子で皆さんも今後活用や活動をしながらですね、ぜひ野尻先生も高橋さんも見守っていただきたいなと思います。もう一個ニュースがあって、第1回で観察会メンバーが全員覚えている、はい、メイクブロックジャパンが昨日できたんですよ。そうなんだ。いや、あれは本当に素晴らしい製品ですよね。だから3年前と今とで、あ、ちなみにあとシードスタジオは創業が2008年で、だいたいニコニコ技術と同い年で、あの頃に世界で同時多発的に DIY のムーブメントが起きていて、あ、なるほどね。で3年前と今とでニコギ新鮮観察会はゲトロの補助を受けて新鮮に今事務所があるんですよ。ニコギ新鮮観察会事務所ってのがあって、そこで東大の、経済の先生で今年新鮮大学に留学した先生がいて、その先生が向こう側で常駐してて、セグビルっていう最角のチュファーチャンベの真ん中に我々がいつでも使えるニコギ新鮮観察会事務所ってのがあって、そうなんだ、すげえ。でジェトロがお金出してくれてる。ゲトロ香港と、はい、あとジェネシスがスポンサードしてくれて、ゲトロ香港、ジェネシス、エニーペイっていう中国の決済システムを日本に輸入しようとしている会社、それからハコスコ、皆さんの知っているあのハコスコ、はいはい、あれが深圳にも拠点を作りたいし、あの活動が面白いからスポンサードしたいみたいな話があって、で僕自身は自分のがビジネスをする才覚はないし、やるとちょっと会社上面倒くさくなるけど、大学の先生は研究プレゼンの予算もらうの慣れてるか から彼が頭に立ってくれて、僕がだからそこはもう彼がヘッド でその伊藤先生っていう先生が頭になって、深圳にニコギの事務所があるんですよ。ニコギ深圳すごい。つまり金を全然使ってない、自由意志だけで集まった活動の積み重ねによりニコギ深圳事務所ができ、チームラボは深圳で展示会をやり、シードとメイクブロックは逆にジャパンに事務所ができているっていう状態になっていて、なんか結構バカにならない経済効果ですよね。そうなんですよ、はい、そうなんですよ。なんか好き物が集まってるだけなのに、そう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 、素晴らしいですね。こういうのがやっぱりその、まさにジェネシスというか、ジェネティックな感じ、ジェネティックな、うん、だからこれからもなるべく好きなことばかりやっていこうかなと思っていて、そうです、それ一番ですね。美味しいものをたくさん食べてこその人生なのですっていうふうに言ってますけど、はい、好きなことをやってこその人生ですからね。そうですね、はい、皆さん今の生き方を貫きましょう。はい、はい。
大丈夫です。どうもありがとうございました。ありがとうございました。お二人にお二人お願いします。